なんやろ、もうありがとうございます、しかも言葉に出せないですね、もうなんかありがたい、ありがとうございますすぎて、もう本当に、あ、ハンターさんこんにちは、ありがとうございます本当に、そしていろいろね皆さんも入ってきていただいて、もうショールーム本当に、あ、こういう感じやねんなと思いましたけども、皆さんが皆さんのね応援を入って、いや本当に すごいなと思いますしね、ありがたいですね本当に、まあまだなんかね本当にもう一夜明けて昨日終わって、もうこの辺の状況もですねまだバタバタの状況で片付いてない状態のまま、もうなんか足元なんかも結構ねもうあのいろんなメモ書いたやつをね捨てたやつがいっぱいまだちょっとゴミのように転がっている状態で、この後また掃除してね、行きたいと思うんですけども、本当にまだまだなんか落ち着かないですね。でも最後本当に皆さんねありがたいですね、もういやちょっとまだこう一息できない状態で結果を待っていきたいと思いますけども、ね、ちょっとこちらのねページのところで詳細出てるのかな、まだまだね何も来てないかな、はい、そして総監督慣れないことをして疲れたでしょうということでそうですね、もう慣れないことですね本当に、うん、もういや慣れないことっていうか初めてですね、人生でこんな経験したのは、なんかうん、いや本当にもう50年生きててこんな経験させてもらったことももう一生忘れないでしょうね、うん、なんか自分のために本当に一生懸命になってくださる皆さんの姿を最後見てもお願いしますお願いしますしかもう言えなかった自分、もう本当にもうそれしかできなかった、それにみんなが応えてくださって一生懸命もうね、星を投げたりもう課金までしていただいたりもう走り回ったりして、もう何もできないんですというコメントを読みながら、もう本当に申し訳ない、もう僕もこれ以上何もできなくてすいませんという気持ちでねもういっぱいで、本当にもう、皆さんがこうやっていただいていることと本当に感謝でいっぱいでございます。そして、総監督先生おはようございます、あ先生来てくれましたか、大竹先生、いやもうねえね皆さんもう最後のところで、いやもうなんかなんでしょうね、正義の味方がのなんか本当ウルトラマンが飛んできたというか、もうヒーローもののヒーローが本当に登場したような感じで、本当にもう先生もね来ていただいて最後の最後でもう22の時にもう本当にもう終わったかなというぐらいの気持ちで、いや諦めたあかん、もうここまでもうここまでみんなに応援してもらってもうここで諦めたあかん、うわもう何もできんお願いしますって時に先生がポーン飛んできて入っていただいた時にね本当にもう嬉しかったしね、その状況で皆さんも本当にね動いていただいてて一生懸命必死になって動いていただいてたとも本当に嬉しかった、あ、香織さんこんにちは、昨日本当にありがとうございました、お疲れ様でした、そして太郎さんもこんにちは、本当ありがとうございます、こんにちは、もう本当にありがとうございました、あ、そうだ、そうかでもね、香織さんおはようございますね、いや本当にありがとうございます、もうありがたいですね、もういやもうね、あ皆さんおはようございます、ということです、皆さんも本当に疲れましたでしょう、なんかもうずっと僕の時間に付き合っていただきまして本当にもう一日中ね昼から何回も何回も来ていただいてありがとうございます、なんかお仕事しながらとかねいろんな方も
間見つけてやっていただいたこと本当に感謝します。そして、カオリンゴさんね、そして大竹先生こんにちは、アフターもバッチリと、監督さんこんにちはってね、太郎さんこんにちは、大竹先生、そして、太郎さんおはようございますということですよ。で終わったとね、大竹先生のちょっとお部屋の方ね行かせていただきまして、ちょっとその後ね僕もお仕事あってずっとイヤホンで聞きながらね移動してたんですけども、いやもう大竹先生ね、ね途中で皆さん配信大竹先生と一緒にしたらどうですかっていうのも来てましたけどね、あのスピードの配信には僕はちょっとついていけないですよ。ものすごいテンポでブワーもうマシンガントークでガンガンいきますね。もうびっくりしました、あのテンポでずっとガンガン喋り続けて、いやーちょっとね僕もちょっと勉強させていただいて、もっともっとこうパン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 頭の回転ねして皆さんのコメント見ながらブワー喋れるようにならんと、本当に一緒にコラボなんかできるようなまだまだやと思います。本当にもうプロフェッショナルですよ本当ね、びっくりしました。もういやだけど本当にもう竹先生のお部屋の行かせてもらった時も皆さんがこういて、もう本当なんか素晴らしいなんかね皆さんの結束力 で大竹先生も本当にありがとうございました。もう本当に僕もねほんでこう見てたけど、まだちょっと本当にね皆さん申し訳ないです、まだまだそのショールームの使い方がねまだよくわからなくて、どうやってどうするのかね、もう自分のこともうやっててもういっぱいいっぱいになってたんでね、あれなんですけども、これからちょっとね勉強しながらねやらせていただきますんでよろしくお願いします。ラオリンゴさん、大竹先生トークそうかですね、いや本当にすごい本当にすごいいやあんな先生医者お医者さんおるんですね、なんか本当にね、まあ本当にもうなんか師匠ですよ本当にね、いやもう、へたろうさんもありがとうございます、こんにちは、もうお疲れ様でした、ありがとうございました、もう昨日一日本当にお付き合いいただきましてありがとうございました、ありがとうございます。そしてですね、大竹先生、プロは一発で決めるんですが私はアマなんで手は手数で勝負してるだけです、いやいやいや、でもねいやいやもうあんだけねもう言うたら古い例えかもしれませんけども北斗の拳のケンシロウで言うたらもう百裂拳ですよ、あらら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 らいう感じのもう息つく間もないペースでねボケかましたり一人で突っ込んだり、いや僕も勉強になりますね、いや本当に、いや本当ね発災所もうねすごいガチでお医者さんのね医学のことをね語ってねこうなんかこう見せながら、ね糖尿病とはとかねインシュリンはなんとかとかねそんな感じでね講義的な感じで喋ってるんかなと思ったらびっくりしましたね、本当にもう漫談の連発みたいないや本当に、いやでもね見習うとこ皆さんいっぱいもう素晴らしいですね、もうだからなんかもう本当芸人やってて思いますけども、もうね頑張ろうと思って、ね、頑張らないともうどんどんね皆さんもねすごい力あるし面白いし頭の回転のいい人ね、でキャラクターも強いし、もうそういう人が出てくるとねもうやられてしまうなと思って本当に、でもねこういう場をね僕もいただいたということで、これからもねちょっといろいろね学んでいきますんでね、まだ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 ね50歳になって30年やってきてもまだ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 勉強やなと思いましたね、本当にもうまだまだやらなあかんこといっぱいあるなとね思ってますんでね、そういうことも気づかせていただけた場合やなと思って本当にもう感謝してますね。はい、大竹先生もう少しで最終結果が出ますよ、あ、わかりました、もう少しですか、ちょっと待ってくださいよ、そのね出るところがどこで出んのやろな、
まだねここですね、ちょっと何回もね更新しながらちょっとね様子を見ながらドキドキしようと思ってますけども、太郎さん、ワクワクということですね、もうワクワクですけどね、もうドキドキ出ますね。かおりむさん、大竹先生が使っていたマイク、カラオケやれるマイクですよね。あの喋ってる時になんかもう完全にスタジオになってましたよね。あれね、病院なんですかね、それとも、もうスタジオ化されてた部屋を作ってはんのかな、もうね、もう出来上がってますよね。太郎さん、おはようございます。おはようございますね、総監督ね。そして、太郎さん、総監督、おはようございますということですけど、本当に皆さん、本当なんかこう、結束していただいてありがとうございます。そして太郎さん、16分後です、イベント結果待ちの文字が、書き換わるだけですよと。16分後、今44分か45分に変わりましたんで、あと15分ですかね、イベント結果待ちですね。ここですね、ちょっと光りすぎて分かりづらいかな、書いてるこのイベント結果待ちを最後も最後、なんかもう自分でもわけわからなかったから、なんかもう何を喋ってんのか何をしてたのか、なんか本当にあんまり記憶にないんですよね、昨日。もう最後の2分3分、24、ありがとうございます。本当に一日お疲れ様でした。本当にもうね、ありがとうございました。皆さん本当に寝れました、もう本当に、ね、もう先生もそうやけども、あの後配信もされててね、ものすごく疲れなんじゃないかなと思いますけども、いや本当ありがたいですね。もう本当最後もうなんかもうわけわからなって、皆さんが頑張ってくださってね、バーやってても順位がこうね変わらずいってたんで、もうねなんかどうしてどうすることも自分もできなかった。 なんかもうただもうお願いしますお願いしますしかなかったような感じしてね、もう皆さん頼りになってしまった自分がもう本当にもう情けないですけども、いや本当に皆さんがもうね応援してくださって、もうなんか濃い何この5日間ぐらいですか、濃い時間を過ごさせてもらったなと思いますね。総監督、安24さん、おはようございます。そしてね、香織さん、結果ドキドキということでね、しますね、本当に何があるかわからないんでね、まだ、はい。ちなみにですけど、総監督さんね、あれですよね、あのアイコン変わりましたよね、あのアイコンの絵柄が変わってません？なんかこうね、あの変わったり、結構なんかこうアイコンも変えたりできるみたいなことが書いてあったんでね、変える、あ、僕もそんなできるのかなと思いながら、まだやり方わからないんですけども、ね、結構いろいろ、普段はこれです。あ、そうなんですか。あ、わかりました。もうなんかね、こう名前とアイコンとこうね形とあれで覚えていくけど、こうなんかポッと変わると一瞬あれ違うのかなとか、こうなんかね、あの間違えてしまいそうで、すいません、なんか。DTK48 は変えます。あ、そうなんですか。あ、なるほど、わかりました。総監督は変わらないけどということでね、そしてもう なんか変わってね、あの分からなくなったら僕もね、あのね、いつもねもういろいろこんだけやってもらって俺も何も言えなかったってあれだったんで、ちょっと思いました。そして、こちらは橋本七海さんですね。あ、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。ね、本当にもう今結果待ちの状態で、あ、皆さんね集まってきていただいてまして、ありがとうございます。もう本当にもうちょっとね、部屋の中がちょっとまだね何も昨日と変わってないでしょ、もうこんな状態でね、何にも変わってない、もうガッチャガチャの状態で、終わってね、昨日僕はね終わってから、まあ、ちょっと仕事あったんで、1時半頃にはもうで1時過ぎかな頃出て、まあ、それあの大竹先生のやつ、ね、聞きながらで現場に行って、そしたらまあ
後輩の芸人の皆さんもですね応援してくれたみたいで、でなんか最後もなんか一緒に泣いててくれたみたいでね、でもそれ聞いても本当にね感動して、もうねいやもうすごいですね、ショールームのイベントってすごいんですね、本当にもうすごいんですね言うてみんな言うててね、いや本当そうや思ってねもう実感してたんですけどね。橋本さん、46メンバー誰が好きですかっていうことですけども、いや僕ね本当ねもう何でしょう、皆さんにねなんか申し訳ないと思うんですけどね、そのね AKB とか乃木坂それから大阪の、ね、MNB とか、ね、たくさんグループあってアイドルの方たくさんおられますけども、誰が好きかって、ね、言われても正直、あまり申し訳ないですよ、その分からないんですよね、歌とかそういうのは聞きますし、ね、出てるのは見てるしっていうのはあるんですけど、一人一人の名前っていうのがなかなか分からなくて、昔のあの AKB の本当に前田敦子さんとかね、それから高橋みなみさんとか、もう主要メンバーっていたじゃないですか、篠田麻里子さんとか、もうその辺の名前が本当に10人言えるか言えないかぐらいの感じで、全然なんかちょっとこうわからないんですけども、ですからそういうねこの46のこの吉本坂っていう形でね入った時も本当にその乃木坂や、それから欅坂の方々のことも全くね分からずね入ってきて、そういう形でね皆さん応援されてる方がこう来ていただいて僕をね応援してくださったことは本当にねありがたいなと思いますし、でもこれからやっぱり僕もね勉強していかなあかんなと思いますしね、本当に彼女らもこういう道を越えてきたんやなと、ね、アイドルでやってる人たちってなんかこう作ってもらって発表するみたいな感じの、ね、世界かなと僕もね甘く見てたとこありましたけども、皆さん本当に頑張って辛い思いして一生懸命ファンの人とつながってやってきてたんやなっていうのをね、それもすごく実感しましたし、なんかだからすごいよな、国民の皆さんに愛されてね応援してもらってすごいスターになっていくんやなっていうのはね、本当にもうそういうことも勉強させてもらったしね、いろんな勉強本当にさせてもらいました。まだまだ本当ね50歳とかね芸歴30年とか偉そうに言うてますけども、まだまだ本当に知らないことだらけで、芸能界のこともね、まだまだ本当にこれから勉強やなという感じをしてますんで、ね、本当にねすいません、橋本さんなんかもう分からなくて申し訳ないです。ぜひぜひ、橋本七海も知ってもらえると嬉しいです。いやもう全然ねちょっとねどんどんこう覚えていきます。僕もね頑張ってる皆さん、僕もねやっぱり見ていきたいなと思ってますんでね、ありがとうございます。そして、抹茶さんありがとうございました。もう本当にずっとありがとうございます。お疲れ様です。あなたお仕事やったんですね、お疲れ様でした。いやもうね夜ちょっとね僕は配信してた中でもあれなんですけども、お店をね僕やっぱりまだまだ芸人だけでも大変なんで、昔その本当食えない時にずっとアルバイトさせていただいてまして、そのままお店をね任せてやらせていただいてまして、まあそのバーをやってるんですけども、そちらの方をねもう任せてきりでずっとやってたんで、そこをすぐ行ってきたんですけどもね、顔出しにね、50カウント終了証券です、証券ありがとうございます、うさぎさんありがとうございます、専門ありがとうございます。なんでまあちょっと朝までちょっとやって、だからその前の日もねそれ終わりで朝後輩芸人たちが一緒に配信してくれたんですけども、まあそんな感じでね普段はね
やっておりますんでね。いやでも全然あの疲れてるというよりも本当に皆さんの方がね、もう一日ずっとねやっていただいてお疲れやったと思いますし、もうね、それはもう僕のためにやっていただいてたんでね、僕はもう本当に皆さんからすごいパワーもらったんで、逆になんか元気になりましたので、ありがとうございます。そして総監督、イベント終わって配信を続けているのは 2,3 人でしたよ。ビクさんの感謝が伝わりましたって。ああ、いやいやいや、もうそれはもうね、もうなんでしょうね、できることはもうそれしかなかったっていうかね。いやもうあんなにね、あそこまで僕してもらう、なんか今までそんな、まあいや僕は今までそういうことも感じずに生きてきたんかな、応援してくれてる人ね、なんか気持ちを本当にもしかしたら、あんまり分からずに感謝なく来てたのかな、自分はそんな感じもしましたし、それをなんか昨日本当に皆さんのあの応援してる姿をね見させていただいて、なんかもう自分自身もうこんな感動したこともないし、こんな感謝な気持ちになったこともなく、もうなんか自分ができることが何やろうなと思って、もう何にも皆さんに返せない、もうこんなにしてもらったのにというのがあったんでね、もうただなんか終わった後ありがとうございますしか言えなかったんですけども、本当にありがとうございます。そして、のんたるさんも本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。そうですね、乃木坂&欅坂でもいいのでいろいろ見ましょう、ショールームを持って、そうですね、あのもうショールームの存在もね僕は本当知らなくて、全然もう携帯もね本当に偉そうにね iPhone10 ね買って持ってるのにね、全然 LINE とかあのもう基本的なもうやつしか使えてないというね、もう超アナログ人間で、なんかもう本当に LINE の交換するのもやってもらわなあかんぐらい、もうちょっとこうね鈍いんですけども、まあ本当にちょっとねそういうのを見てね覚えていって、ちょっと皆さんともねどんな風に本当に頑張ってこうやってきたのかもね、もっともっと僕も勉強して、見習っていけるところをどんどん吸収したいなと思ってます。もうこれはもう芸人としてもやし、人としてもね、まあそういうことしていきたいなと思ってます。あ、57分もうすぐですね。はい、そして沙織さんですね、50巻ありがとうございます。そして香織野さん、昨日大竹先生の配信見た後に矢原雅宏さんがインスタで配信してたので見てましたと。ああそうなんですか。もうねそう、なんか矢原さんのね、なんか矢原さんとか、お後輩ね、僕の後輩なんですけど、矢原くんの、何文字でした、アニ文字ね、アニ文字もちょっとね、あの見てちょっと勉強しておきますね。まだ昨日の今日でいっぱいいっぱいの状態で何もまだね展開できてませんけども、そんなんもね教えていただいたんでね、ちょっと本当に情報をねいただけてねありがたいですね本当に。あの矢原君もねこの間一緒にモノマネのイベントをルミネでやらせていただいて、またこれからもねそういうのがあるんでね、これから何回か一緒に なる機会もまたあるんかなと思ってますけども、また僕もね勉強を皆さんのしてみたいと思います。ヘタロさん、今度はライバルになるかもしれないグループですからねあのそういう意味でね吉本坂がね、だからライバルに なるという形で認めてもらえるとこまで吉本坂がなったら、本当に皆さんの気持ちを応えれた状態なんでしょうね。まあまだ僕は敗者復活ここで来ただけなんで、これから2次を受けないといけないというところで、もう2次を皆さん受けてるね、700人の方が受けてるところをこれからそこに入るということで、まだまだあの先は長いですけども、でもこの皆さんの思いを僕は背負って2次を受けますんで、ね、もしそうなった時はね、ですから本当に頑張らなあかんなと、そこはもうね写真でパッと通った人とは
僕はね、やっぱりスタートが違うような気はしますけども、頑張りますね。もしまだまだでも発表がないんでね、ちょっと分かりませんけども、そして、奥さんがお若いのでいろいろ教えてもらえて助かります。あ、それはそうなんですね。やっぱり嫁がね、そういうのをいろいろ教えてくれるんでね、本当に助かってます。それはもうその通りなんですよはい、そのね、あ、嫁もそろそろちょっと来れるかな。もし発表があるやからもね、愛ちゃんもしよかったらお願いします。そして、ミスター、浜石さん、はじめまして、日本レベルが違うんだよが口癖で教会から来ましたまたそのパターン来るか皆さんこんにちはこんにちは、はい、あ嫁です、ね、嫁です、嫁です。いや本当に昨日本当ありがとうございました。皆さん夜遅くまで付き合っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。本当感謝です、ね、もうでまたね、配信するの皆さんまたここに集まってくださって、うん、もう皆さんで、もう一緒にね、一喜一憂したいなと思ってまして、はい、もうそろそろですか、大竹先生もね来てくださってるんですよ。大竹先生ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に、ね、大竹法がもう、はい、本当素晴らしく、もう本当昨日は本当にありがとうございました。いやもう皆さんね、はい、ちょっと本当にありがたいですね。そして、あと数分で発表です。正座してみます。いや本当そんな気持ちですね。本当そうですね。なう、59分17秒、浜地さん毎度ということで総監督ですね、はい、太郎さん、あゆきた、あゆきたで、そしてエコーリゴ、今日もミキさんの服はミキハウスですかということで、10曲点おめでとうことで、本当ですか。ええもう出たんですか。いや待ってください、まだ僕の方には発表が出てません。え、もう出たの。こう違うかな、これじゃなくね、ランキングの方見るの。イベント結果出ました。イベント結果出ました。本当ですか、ちょっと待ってください。あ、だるま投げてくださってることありがとうございます。あ、太郎さんありがとうございます。9位です。え、9位万歳、皆さんせーの、万歳万歳万歳。え、あ、太郎さんだるま100個ありがとうございますどうやって見れるの。あの、なんかイベントのページの、イベントのページが、ちょっと大丈夫。イベント結果っていうところを、この一番端っこのイベント結果っていうところを見れば見れるみたいなんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すごいすごい、万歳。皆さんのおかげでなんとやった、最やったです。最高順位じゃないですか。最高順位です。皆さんのおかげで、もう昨日22位から最高順位の9位まで三木哲也を押し上げていただきました。ありがとうございます。うん、やったやった、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ああ太郎さんもありがとうございます。あ、だるま100個、ああもうありがとうございます。もうありがとう、ああ星ありがとうございます。すごい、ああもうこうやってイベント終わってもこうやっていっぱいこうやってく星とか投げてもらって、もうだるまとかも投げてください。ああ総監督ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。嬉しいね、嬉しい。パパ泣いちゃったね。そう、まさかの9位、素晴らしい、感動ありがとうございます。いやこちらこそ本当にね、もう本当に三木哲也のために、もう皆さんずっとずっと応援していただいてありがとうございますね。ね、ありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。太郎さん、イベント開いて終了済みのイベントから今回のイベント選べば見られます。あ、そうですね、あの結果投票ですね。はい、すいません、コメント、ね、コメントありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。わあ、皆さん、ありがとうございます。皆さんいっぱい星ありがとうございます。もうね、皆さんのおかげで、ね、なんと最高10位いただくことできました。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。やったやったやった、これで2次進めます。頑張ります、本当に頑張ります。もう皆さんのね、この気持ちもう絶対忘れません、ね、あの本当に皆さんの思いを背負って僕二次の方に受けに行きますんで、もう僕一人じゃなく皆さんと一緒にね、面接のその部屋に入っていって、一芸やって皆さんと一緒に戦うつもりで行きますんで、あのこの後もずっとね応援していただきまして、皆さんにもその
ね、状況もまた伝えていきながら、いきますんで、本当によろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう本当にもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。元さんもありがとうございます。あもうすごいだるまがいっぱい、 ありがとうございます。いで昨日いてくれた皆さんがこう集まってくれてますね。ねえすごい皆さん見てくださってありがとうございます。来てくれてる、ありがとうございます。みんなと会いたかったです本当に。ありがとうございます。すいませんちょっとコメントね、はい、コメントね下の方からね、しまったごめんなさい、いや本当に嬉しい。いや嬉しいです、ありがとうございます。すごいすごいここ総監督ミキさんがアイドルって笑えますよね。本当そうですよね。いやそれね、あ大変だ太郎さん、あ正座して見てくれてたのかな。ありがとうございます、はい、本当にもう、総監督浜地さん毎度、あゆきた、あゆきましたで、香里子さん今日も息子の服はミキハウスですか。今日は、すいません、いただいた服でした。そして西松屋です。西西西西西松屋ドゥワーです。すいません。はい、そして太郎さんの、はい、ね、確定がね、いただきまして、それでここからですね、急ね、いやすごいな、パチパチパチ、ありがとう太郎さん、パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてうわもうなんかもう確定順位おめでとう、あ、ありがとう、あ、大竹先生ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にもうね、始まって皆さんこう応援していただきながら、うん、大竹先生が入ってくださって、うん、押し上げていただいて、うん、そっからですよ、うん、本当にもう夢見れるのかなっていう気持ちで僕ももう頑張らなあかんなっていう気持ちを本当に押してもらったし、うん、最後の最後の本当にもう本当最後ね、もう本当苦しかった一番苦しい時にもう登場していただいて、最後本当に作ってもいただきましたし、もう皆さんも本当に頑張っていただいたし、なんか本当にもう感謝の言葉も本当にもう何て言っていいかわからないですけども、本当にいっぱいです。本当ありがとうございました。すごい皆さんだるまいっぱい、ね、もうすごいね、もうかあのだるま祭りの舞みたいな。もうだるま祭りの舞ですよ、ね、本当にもうありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にもう、ね、あへたろさん夢のトップ10入りおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい、10位確定ありがとうございます。たろさんもありがとうございます。だるまさんありがとうございます。だるま100個投げてもたろさんもありがとうございます。100個はいっぱい、ねね、おめでとうございます。おめで皆さんありがとうございます。おめでとうコメント元さんもありがとうございます。万歳ありがとうございます。9位上がった。香里子さんもありがとうございます。ね、浜地さんもありがとうございます。総監督本当にありがとうございます。それからのんたろさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、アンタさんもありがとうございます。ありがとうございます。アンタさん、ありがとうございます。今何時なんですかね。アンタさんは2時間前ですか、ね、今10時です。あ、今10時、ね、あ2時間、はい、あ2時間で、ね、シベリアなんでね、アンタさん、うん、皆さんもありがとうございます。万歳万歳、はい、嬉しいな。そして太郎さんもありがとうございます。ありがとうございます。あもうたくさんだるま皆さんありがとうございます。こっち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 こですね、はい、ウリハリセンさんありがとうございます。それで前マイズさんもありがとうございます。マイズさんもね本当に最後まで戦ってください。ありがとうございます。キュイパチパチパチありがとうございます。本当に元さんもありがとうございます。のんだろさん、イベント、あ皆さん星ありがとうございます。トップページで集計間違いが消えたので確定です。あ確定ですよね。ありがとうございます。そして、イベント、太郎さんイベント開いて終了済みのイベントから今回イベントを選ばれます。あそうですね、はい、読ませていただきました。ありがとうございます。元さんもありがとうございます。まさかの9位素晴らしい感動ありがとうございます。太郎さん、いや、感動をいただいたのはこっちです。こちらです。ありがとうございます。本当にもう本当にもうこの気持ちをいただいたの皆さんです。ありがとうございます。出た泣き虫ミキですが、もう恒例になっちゃったね。いやもう皆さんのもうここまでいくと泣き毛それ言ったらまた、あそう、ね、また始まるです演技が本当に、ね、かおりんごさん、ありがとうございます。見てきました。9位でしたね。やったありがとうございます。もうかおりんごさんもねずっと見てくれて、最後のね時かおりんごさんが、うん、もうね叫んでましたよね、うん、ねもうなんかコメントで、うん、もうなんか22位あってもう最後になって、ね、どうしようってね、でもうねダメだっていう感じでね来た時にもう、うん、それもね見ました文字も、うん、本当にもう辛かったですけどね、本当にね皆さんが救っていただきました。はい、そしてマイさんおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。太郎さんパチ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 、元さんもねパチ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 、マッチャさん2時頑張ってくださいと本当に頑張ります。
本当にね、もう絶対頑張ります。いやでも本当さっきあの監督の、うん、総監督のコメントにもあったんですけど、はい、本当今回敗者復活の20位その決まった人、うん、本当にでも本当勢いすごいじゃないですか、うん、本当になんかもうメンバー入り決定でいいんじゃないかっていうぐらい、 いやそれはね、いや分かります。でも本当にすごい、やっぱもう皆さんも頑張ってくれたし、うん、もうまあ、ミキさんもそうですし他のルームの方々もみんな寝ずに頑張ったじゃないですか、うん、だからそれでね2時3時あるのかと思うと、いやでもなんかもう本当メンバー入り決定してもいいんじゃないかっていうぐらい勢いがすごい、うん、勢いがすごい、いや本当にそれは思いましたよ。でも多分その46吉本坂46にかける思いは、うんうん、多分この人たちの方が強いんじゃないかっていうぐらい、うん、それは気持ちはねすごい感じますよね、うん、ただ書類審査とかあ次二次審査かっていうか、うん、まあ、それ だけじゃないんですけど、そう思ってる方も絶対いらっしゃるじゃないですか、まだ分かってない方もいらっしゃるん で、はいはい、でこうやってね実際になんですかね、もう皆さんと対して、うん、こうやって応援してもらえてみたいな感じの人たちの方がね絶対ね強いと思うんですよね。もう背負ってるもん違いますからね。そう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 、うん、そらもうその気持ちでもう、ね、だからもう上がった20人、うん、みんなそんな気持ちでね、うん、向かっていきたいと思いますね。だからもう全員もう全員もう受かってもらいたいぐらい、はい、まあ私も頑張りますけど、はい、でもそれぐらいやっぱ今回のショールームやっぱ私も見てて応援、私も外から応援しててすごいなと思いましたもん。いやもう本当にすごい、うん、本当皆さんありがとうございます、ウリハリさん、三木哲也君万歳ということでね、ありがとうございます。総監督頑張って頑張ります。もう本当ね総監督もねものすごいね押していただいてありがとうございます。もうねいろんな人もう総監督に押してもらう、ね、これもね、うん、僕の一つのね心強いですね、心強さで、ね、支えてもらいました。いろんなメンバーを呼んできていただいて、はいね、ありがとうございました。もうこのルームの中でも、うん、なんかね皆さんに挨拶してくださったり僕の代わりにね、うん、やっていただいたりこともね本当にありがたいですね。本当ありがとうございます。そして安さんおめでとうございますということでね、ありがとうございます。安さんもずっとね応援してもらって、のんたろさん敗者復活の20組は、書類審査の組よりも相当パワーがある。いや僕もそう思っております。本当そう思います。本当にそう思いますね、その感じでもう僕らも頑張ります、うん、本当のんたろさんの言う通りだと思います、うん、マイさんお疲れ様です。よかったですね。この後も頑張ってください。はい頑張ります本当に。ミスター浜地さんオレンジの服着てネタやったこと時、方が若く見える、マルチ一番安心感ある。あオレンジの服着て寝て、オレンジの服着てた、あれですかね、サイエンス55の時の、ね、ああ NHK の、はい、若作りしてましたね。ね、あの CD のね、この感じですよね。いやでもそれ確かにね、でもね僕ね昨日まで着てた星のね矢沢の T シャツあるじゃないですか、はい、ね、あれちょっとぐっと、ね、そうですね、さっきコメント、はい、そうですね、のんたろさんがコメントくれてたんですね、すいません私間違えちゃいました。そうですね、敗者復活の10組、どうしたの、うん、あ、じゃあコメント、じゃあミキさん聞いててくださいね。はい、行きます。昨日大竹先生来ないかなと思ってたら来たのでびっくりでした。いやでも本当そうですね、もう多分大竹先生ラスト15分 ぐらいですかね、ラストのラストで来て、うん、もう本当ヒーローでしたね。もうあもうダメだもうダメだって言った時にキラーみたいなね、来たみたいな、コメントで大竹先生来た、そう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 、皆さん待ってましたみたいな感じで、もう、うん、本当にもうヒーローでした。もういや本当もうあの瞬間忘れ、もう皆さんヒーローですけど、うん、なんかあのとなんか登場の仕方がもうね、もういやもうすごかったです、ね、もうありがとうございます。もう嬉しいな、もう、はい、もう本当びっくりしましたよね。そして香織さん、はい、三木哲也、攻め泣き、違う違う違う、三木哲也改め泣き哲也、うまいな、それうまいな、うまいですね香織さん、香織さん笑わら、香織さん笑わら、そうか確かに確かに、まだまだ続いてるやんそんな面白かったね、もう泣き哲也ドゥワーソー皆さん三木哲也のいじり方すごい上手いですよね。だんだんねあのポイントをね取られていってますよ。はい、そして、のんたろさん虹は多分、相当絞ってくるはずです。あでも、戦力はありますよと。お、うん、いや本当そうですよね、うん。頑張ります本当にね虹ね。もう
一つがだって確実にその書類で通った人より、うん、敗者復活の方の方がもうすでにもうこうやって応援してくださる方がいるんですもんね、うん、実際に。そうですね、だから本当確かにそうですよね、うん、本当戦力に、そうですよね、戦力ありますよね。じゃあもう本当ね、皆さんの支えは本当にもう強いですよ、僕は、うん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 、ね、本当にもうあの前に向かっていける力が本当につきましたね。でもね、やっぱ多分相当そうですね、うん、絞られますよね、虹でね、絞られるかもしれんね、うん、としきさんですね、あ、としきさん、僕初めて、ね、読ませていただくと思います。としきさんありがとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。そして大竹先生ね、わざと耐えますね、で23時過ぎでまで仕事やったんです。そう、うわ、もう夜遅くまでお仕事ありがとうございます、ね、仕事をやって、ね、終わってもうすぐ駆けつけてくれたんですね。いや、もうすぐ駆け、もうそれが嬉しいな。もうありがとうございます。ありがとうございます。でも本当その登場の仕方がめちゃくちゃかっこよかったです、うん、大竹先生。大竹先生ポン来て、あ、大竹先生来たってコメント入ったら、大竹先生がポイントをバババババババって入れてくださって、でもうラストもう10分5分みたいな、バババババみたいな、でもう皆さんもね、いや、そうです、バババババって、もうこの画面上でもうみんなババ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 みたいな感じで、もう本当になんかすごいね、ドラゴンボールの、はい、あの悟空の、うん、あの元気玉がもうみんなもう世界中からビュン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 この集まる感じなんかすごい、もう見ててめちゃくちゃ感動してもうね、めっちゃ感動しましたよ、あれは。もう本当にすごいね、もうこのね、もう、うん、ショールームのもうスーパースターですよ、もう大竹先生スーパースター、ね、なんかね、コメントでも書いてくれておりますよ、はいはい、ん、吉本坂ね、うん、ショールーム敗者復活戦20位内 が復活ブキャテン芸人三木哲也を初配信から見てたのだけど、残り1時間9位か22位まで転落と、そこに大竹先生登場で10位まで戻して暫定終了、うん、多分大丈夫なはずと、あ、ね、って書いてますけどね。あ、嬉しいですね。あ、エレナ、エレナさんですか。エレナ松岡さんが書いてくれた。そうか、これエレナさん、あ、お前これ、あ、これエレナさんですね、書いてくれたんです。ありがとうございます。いや、すいません。いやー、もう嬉しいですね、うん、ただ、一緒にね、ずっと今まで壁でね、僕の前を立ち上がった山本さんが22位まで、うん、山本さんどうなったんですかね。ちょっとそれまだ僕見てなかったですね。なんかね、勝手に親近感湧きますよね、こうやってなんか順位のね、うん、同じ競った戦友みたいな感じで、ね、まあ、さっきちょっとね、あのコメントの先行ってね、はい、ちょっと確認させてもらいますね、はい、ミスター浜地さん、浜地さん、なるべく色がある服を着た方が話しかけやすいよ、うん、黒系の人は、人を遠ざけてる。 あ、そうなんだ、結構こういうコーンとか多いもんね、うん、確かにね、明るい色着た方がいいんですね。そっか、ちょっとね、そういう方向で行こうかな、うん、オレンジ色の、服いいと思いますよと。お、そっか、オレンジ色ね、オレンジ、でもオレンジをミキさんのもうあれじゃない、うん、テーマカラーみたいにしたら、これからオレンジね。いや、もう本当に昔オレンジのものね、よくつけてオレンジ好きなんですけど、いや、うん、本当にあの先もちょっと今取りに行ってね、昨日着てましたね。でもこの皆さんのね、星をね、元気玉、元気玉をここにね、皆さんの星をここに集めて、うん、あの本当にこの星をね、うん、持っていきたいなと思って、これを着ていこうかなとね、ちょっと思ったりもしてたんですけどね、うん、なんかオレンジもね、うん、確かに印象的にはね、あれかもしれないですね。オレンジでも明るい方がいいかも ね、 ね、ちょっとまあそれも、ね、爽やかに見えるよね、考えてみたいで、まだミキさん、あの、うん、書類送った時に、うん、あの送った写真、うん、はい、普通の服着て、はい、レモンをこうやって引っ下げて、はい、それとても爽やかに見せるようにそうですっていう写真を送ったんですよ。それで落とされたかどうかわからないんですけど、もともとなんですけど、そういうレモンとかね、小細工するより、はい、オレンジを服着て明るく見せた方がいいってことですよね。小道具も全然あるから、その写真はね、はい、ありがとうございます。あ、小瀬さんこんにちは、ミキさんこんにちは、だって あ、こんにちは、はい、熊本さんこんにちは、あ、熊本さんありがとうございます、はい、小瀬さん、小瀬さんもありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます。まだすか、あ、結果ですか、結果まだすかってことですか。あ、そうですね、結果は一応ですね、9位で、9位になりましたんで、なりました、ありがとうございます、熊本さん、ありがとうございます。あの9位に暫定になりました、はい、10位とも暫定ね、なってたのが9位に、はい、9位に結果発表でなってましたんで、皆さんのおかげで押し上げていただきました、ありがとうございます、本当に三木哲也応援ありがとうございます。
ミスター浜地さん、アリさんの例え分かりやすい、あ、元気玉、そう、ね、元気玉ね、ドラゴンボール見てた人ならもう絶対分かる感じですよね。そして太郎さん、はい、9位確定ですということでね、ありがとうございます、ね、あ、キムコさん、あ、ありがとうございます、あ、キムコさん、ありがとうございます、ね、昼休みに参加、結果は出ましたか、あ、出ました、出ました、9位です、はい、9位になりました、ありがとうございます、キムコさん、ありがとうございました、なんかキムさん、あのツイッターでね、なんかいただいてまして、うん、仕事でちょっとこの配信は来れないかもということですけどね、いやいや、これで良かったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お願いします、そして総監督、小瀬さん、あ、小瀬さん、はい、ちょっと待ってください、こっちですかね、うん、小瀬さん、こんにちは、こんにちはということですね、はい、小瀬さん、本当にありがとうございますね、めぐるま、あ、めぐるまさんもね、13時に確定ですが、まず大丈夫そうですね、あ、13時なんですか、え、これもちょっと待ってよ、まだ、え、これイベント結果だけど、どういうこと、結果発表だけどまだ確定じゃないってことですかね、確定じゃないってことなんですか、え、あ、そうなんですか、え、何それ、怖、え、そういうこと、どういうこと、でも多分そうですね、大丈夫なはずだと思ってます、うん、思ってますねこれ以上ドキドキするの嫌だ、はい、ちょっと見ましょう、ちょっと、はい、総監督くまモンさん、こんにちは、皆さん、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます、かおりのさん、オレンジ色のつなぎの後ろに大きな星つけましょう、ああ、ね、いいですね、いや、うん、でも本当ね、星をね持っていきたいなと僕は思ってるんですよね、うん、だからもしあれでもこの服はね持っていこうと思ってるんですよ、もう縁起がいいね、うん、縁起がいい、持っていきます、ちゃんと選択しますんで私、はい、はい、ね、ここに集めた星をね、皆さんのね、はい、気持ちを持っていきます、総監督キムコさん、はい、こんにちは、こんにちは、あ、すごい、さすが総監督ですね、皆さんに挨拶してくれてですね、ありがとうございます、太郎さん、山本結衣さん23位、え、そっか、そう、今ちょっと見ますね、え、3位くらいの人が減点で10位以下に下がってますね、え、あ、そういう、え、3位の人が、あ、そういうパターンもあるんですね、減点ってことは、なんかそのやっぱなんかその昨日言ってた複数アカウントしちゃったってことなんですかね、ああ、そっか、それもあるんだ、まあでもちゃんと公平に審査してくれたっていうことですね、まあそうですね、ちゃんと、そうですね、キムコさん、パチ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 、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、今竹さん、おめでとうございます、今竹さん、ありがとう、はい、今竹さん、ありがとうございます、今竹さんも、今竹さんもね、ね、伊太郎さん、パチパチパチとね、皆さん本当にありがとうございます、もう888いいのがパチパチいいの、僕ももう覚えたね、分かりました、そうですね、覚えました、あとあの W をわらわらわらで、わらわらで、キムコさん、総監督さん、こんにちは、うん、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、伊太郎さん、パチ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 、ありがとうございます、ありがとうございます、12時確定で間違いないですよと太郎さん来てますね、あ、分かった、そうですよね、12時確定でね、あ、よかった、怖かった、よかった、もうまた1時になったら変動するかと思った、俺もそう思った、もう今怖かった、はい、そして、めぐるまさん、ね、背中に、あ、ミキさんの、はい、背中にミキさんの星を背負ってる感じになりますし、あ、背中に皆さんの星を背負ってる感じ、ね、うん、あ、いいですね、背中にね、そういう衣装いいですね、オレンジのつなぎとか着て、うん、後ろに星、ね、考えましょう、それもね、うん、いつオーディションかわからないですけど、まだちょっとね時間あるかもしれないから、その感じね、持ってるつなぎ、つなぎはあります、あ、ありますけどね、ちょっとサイズがね、うん、それと番組の NHK のつなぎなんで、 NHK のゴロも入ってたりするから、あ、多分ね、そのつなぎは着れないんじゃないかなと思ってるんですよ、そっか、 NHK 入っちゃったらダメか、多分そういう、うん、形になると、まあ、でもこの T シャツで昨日着てた T シャツで ね、うん、でもちょっと考えたいですね、本当に、あ、くまモンさん、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、くまモンさん、総監督こんにちは、皆さん挨拶素敵ですね、うす、こういうチャットの中でちゃんとこうやって挨拶って素敵ですね、はい、太郎さん、12時確定で間違いないです、あ、そうですね、よかった、ブルームさん、あくまでざっくりです、昼くらいって話なので、あ、そうですね、じゃあ多分12時確定で間違いない、なさそうですよ、太郎さん、はい、減点ペナルティやったのねってことですね、いやでもそういうのね、減点とかあるんですね、やっぱり、うん、いやもし何かあるんやったらやっぱりね、そういうのしてもらいたいですもんね、そうだね、でも、うん、でもそれだけちゃんとしてるんですね、うん、ショールームって ね、そうです、うん、そう思うとね、なんかこう安心しますね、頑張れますね、メグルームさん、あとは自分で投げて自分で課金とかも限定になると、
自分で投げていっても自分でこうやってたら自分でどうやって投げるんですかね。だからこうやってミキさんみたいにタブレットでやって、うん、こうやって携帯で見てて、で自分の携帯自分のやつを見てんのに自分から自分に掘るってことですか。あ、そっか。え、どういうことだろうね、うん、まあでもなんかそういう形なんかあるっていうね、うん、カロリオさん今の順位が正しいんじゃないですかっていうことです。ね、そうですね、僕もそう信じております、うん、今、はい、そして、複数アカウントの限定については公平性がなくて問題になってますと。あ、やっぱそういうやっぱネットに詳しい人はやっぱ複数アカウント作れちゃうんだね。うーん、なるほどなるほど。でもそういうのちゃんと調べてるっていうのがすごいですよね。そうですよね、うんうんうん、すごいですね本当にそれ、うん、ちゃんとやってくれてますよね。ね、熊本さんまだ第一関門を突破したに過ぎないので二次三次と進んでください、うん、本当その通りです。本当その通りですね、うん、いやもう第一関門でね、うん、あのゴールの気持ちになったらあかんのでね、うん、ここからがそうだと思いますね、うん、もう本当に大学ね受験のためにも頑張って大学受験になってもそれがゴールになってという人多いじゃないですか。あ、大学吉本もそうですけども吉本に入ったことがゴールになってしまって、うん、NSC の通うというそこまで行ってゴールでそこからも全然ダメになるとかね。あ、やっぱりそこから先が勝負じゃないですか。まあそうですよね、もうね、やっとねスタート地点立てたってことですよね。スタート地点立たせてもらったっていうことなんでね、うん、これね、だからここからが本当に勝負なんで頑張りますね、はい。そして、太郎さん NHK のつなぎの H の文字を G ですると NGK、 うまい、うまいな、うまいな、太郎さんうまい、吉本になるやん、ね、いいやん、NHK が吉本やな、うん、NGK 命みたいになりますよね。いや、そんなことみんなパッと考えるな、もう、うん、なんかどちらも頭を動かしていかなきゃいけない。いや、ほんまね、俺もう発信者なのに感心すんのよ、皆さんのこの、いや、ほんと思いますよね、見ててね。しかもこの早いしね、打つのも、うん、ほら、ネタ書くのにどんだけ時間かかってね、書いてるかあれやけどパッパッパッパ漏ること出してくるね。ねえ、ほんとそう。いや、そういう発想もなんか柔軟になるわ、頭、うん、そうやね。ヘタロさんも視聴者さん300人来てくれてます。あ、ほんまですか。ありがとうございます、すごい。いや、もう嬉しいですね、この時間でね、皆さんも来てくださったおかげですよ、本当にありがとうございます、本当に、うん。そして、のんたろさん、まあともかくとにもかくにも愛車復活戦これでいいのだ、なんかバカボンバカボンパパみたいありがとうございますありがとうございます。そうですね、のんたろさん、ありがとうございます、そして、カオリさん、ナンバーグランド花月ね、NGK ですかね、うん、新しくなってから僕らまだ行ったことないんですけども、うん、ね、リニューアルしましたんでね、うん、そして、今崎さん、キーボード演奏をまた見たいです。あ、あ、じゃあもうせっかくなんで、キーボードね、うん、電池入ってる、あ、そう、これちゃんとまた電池ね、昨日のままもでもまだいけますね、うん、いや、本当にちょっとすみません、息子寝ちゃったので一回ちょっと、はい、あ、はいちょっと安心したのかな、はい、じゃあミキさんの、はい、じゃあちょっと勝利の前を、そして、ミスターアマジさん、ゴイゴイスとドゥアを流行らせたな、ゴイゴイスってそれあのあれちゃうの、あのハリウッドザコシショウちゃうの、ゴイスゴイスの、ゴイゴイスはあれだよ、何ゴイゴイスって何、大阪のあのダイアンさん、ダイアンゴイゴイスなんですか。あ、そうなんや。それとドゥア、いやドゥアはねちょっと昭和ですからね、流行らせていただきたいですね。ヘタロさん、暖房器具そう、暖房器具、いや、こっち冷房です、あの、こっちが暖房で、こっちが冷房じゃなかったですかねこっち暖房、こっち冷房、はい、ご教室は、あ、ダイアンか、俺あんまり知らんかったらすいません、もう。そして、エイジさん、こんにちは、池たっぽいですね、池たっぽいですね、おめでとうございます、はい、本当になんかイケたっぽいです、本当にありがとうございます。いやー、なんかね、キーボードね、本当にタロさん、昨日22位になった時歌い出した歌が感動のものでした。あー、そっか、いやもうあの歌ね、本当もうなんか自分とね戦ってるなんか皆さんの気持ちをもうなんか化けたくないという気持ちをねなんかこう伝えてただけでもうあれでしたけど、あ、そう、冷房です、そうか、その歌ね、いやもう暖房器具覚えてくれてます、歌ちょっとね、明日はきっと、あ、エイジさん、こんにちは、池田っぽい、いやおめでとうございます、ありがとうございます、
ね、じゃこれ、いやもう最後、じゃあその時ね、歌ってた歌をねちょっと BGM っぽく歌いながらちょっとね、まあ、まあ、ご紹介させていただきましたけども、はい、ちょっと待ってね、明日はきっと輝く君がいる。泣き徹夜の泣き歌にグッときました泣き徹夜の泣き歌はいはい、どんなに苦しく辛い時も君は振り返らずに頑張ってきた。目の前の夢を追いかけて、君は歯を食いしばって頑張ってきた。今ここで諦めたなら夢はどこかへ消えてしまうよ。そんな君に頑張ってほしいから、昨日の感動が蘇ります。ありがとうございます。元気を送るよ、諦めないで、諦めないで。その歌はオリジナルなんですか？オリジナルです。三木哲也のオリジナルです。明日はきっと、くまモンさん、ショールームは継続ですが、継続する予定です。このままのアドレスがという形で、ちょっとまた後ほどお伝えさせていただきます。マチさん、この歌ほんまにいい。 ありがとうございます。三木哲也のオリジナルソングです。総監督、泣き哲也55。ありがとうございます。いや本当になんかもう昨日の段階でこれ最後歌って、うん、本当は明日輝いてたらいいなというね。題名は何ですか？これは明日はきっとというタイトルなんですけども、本当にどんなに苦しい時でもね、歯を食いしばるって頑張ってきたと、うん、みんなで一緒に頑張ってきた、みんなで夢を追いかけて、もうここで諦めたらもう夢終わってしまうよとね、まあそんな君にね、諦めてほしくないし、頑張ってほしいから元気を送ろうと、うん、もう皆さんの気持ちですね、元気を送りを、諦めないで、諦めないでと、頑張る気持ちが大切さというのを皆さんからこうねいただいて、そして今日、明日はきっと、明日はきっと楽しい何か待っててくれるという、うん、本当にもうなんかこんな楽しいね何かが待ってくれてたという結果がね、いやでも本当本当にもうこの結果はもう本当に嬉しいね。なんかこのね、はい、明日はきっとって言った、まあ、2番もあるんですけどね、この歌はこのショールームのこの僕と皆さんたちのね、うん、歌と思って、僕も皆さんが、うん、なんかこう苦しい時とかなんかある時はね、うん、ぜひ、この曲聴きたいなと思ったら、うん、僕もう本当に一生懸命歌いますんで、うん、元気出してもらえて、ね、はい、僕は元気いただいたんで、僕からもパワーを、ね、送りたいと思いますし、うん、どうぞね、本当にありがとうございます、はい、そんなね、ミキ、うん、さんの、うん、これすごい皆さんいい歌って言ってくださって、本当ですか、ありがとうございます、ね、もしね、これの CD、うん、CD 化したら、うん、総監督、うん、CD あっても買いません、ズコ、ね、ズコ、なんでそこでこうなるのかっこ笑いでね総監督、さすがですね、いやいやいや、本当ね、はい、これあるんですか？これは CD あります。 CD あるんですよ。 CD あるらしいですよ皆さん。もうこれ1998年の12月2日に発売されて CD あった、 CD ありました。だから僕は Amazon で買えるのかな。 Amazon で買えるかもしれませんけど、多分もうね50円ぐらいと思います。送料の方が高くつくと思うんでね損すると思います。でダメだ、そうです、またねリバイバルしたいと思いますけど、ね、リバイバル、オリジナルソングなんですよ。あ、はい、明日はね、ごめんなんかやっちゃった。あ、これもね、画面、はい、ちょっと待ってください、これを立てたら戻るんです、うん、でもこの明日はきっとの立てた時にこれ CD の方のコーラス入ったりとか、コーラス入ったりとか、うん、あとギター伴奏やってくれたのは、うん、あの
フリーフマンのトラックスというね。あ、ブリトラさん？ブリトラです。ブリトラさんってあれですよね、青のり、ね、青のり前歯についてるよ、青のり前歯についてるよ、歌ってた方ですよね。このフリーフマンのトランクスが僕の後ろでね、ギターを弾いてずっとやってくれてたんですよ。で、この曲作った時も、一緒に彼が入ってくれて、でバックで弾いてもらいながら、歌ってたんです、これ。はい、嬉しいですね。はい、そういうね、ブリトラさん、ブリトラです、うん、ブリトラ。今も頑張ってます、ブリトラも。この間もコンサートで、ね、僕見に行ったんですけども、すごいやっぱりパワーってね、トークも面白いしね。またぜひね、なんか一緒にやりたいな。ちょっと待ってください、ちょっと待って、今アマゾンで残り1点購入しました。他の店舗は品切ればかり。ほんまに、太郎さんマジですか？いやでもこれ聞けないですよ、これも。この形が、太郎さんマジで買ってくれたんですか？形がね、今のやつにうまくはまらないというか。今の、でも普通に CD 聞ける、聞けるのこれ。聞ける聞ける、全然。本当に、太郎さん買ってる人いる。嘘。太郎さんが買ってくれました。あ、太郎さん、いくらで買うたんですかこれ？太郎さんマジで何十円でしょう、もう価値的に。マジですか、嬉しいな。太郎さんすごい、ありがとうございます。あと総監督もぜひ買ってください。ほんまや、もうね。あとは元さん、ヘタロウさん、ね、アンダーさん、ね、パチ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 で、あの、ここ、あの、はい、ここですよ。泣きてつや55。あ、今竹さん、昨日22位の時、星集めをしていて、ルームに戻った時びっくりしました。ほんとそうですよね。いや僕らもね、ほんとそうですよ ね漫才やって終わったと、急にポン19になって、なんかうちら漫才やってる場合じゃなかったよねみたいな感じになったよね、一瞬ね。いやもうやりながらね、順位のとこが気になってね、目がずっとそうなってたんですけど、うわっと思ってね。浜地さん、チュッチュッ。じゃあミキさんもチュッチュしてあげてください。いや、チュッチュもしないでしょ。いや、チュッチュ言うてるから、浜地さん。浜地さん、チュッチュ言うてるから。太郎さん、奥さんは、両妻？両妻の、両妻の鏡みたい。いやいや、全然。私、本当につまらしいことを全然してないんですよ。申し訳ないですけど、なんかもう。いや、そんなことないです。教えてもらってます。鬼嫁でも、両妻でも何もないですよね。なんか申し訳ないですけど。アンダーさん、パチ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 。ヘタロさん、パチパチパチ。モトさん、パチ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 。で、カオリングさん、わらわら。ヘタロさん、図工、わらわら。死んであっても買いません、図工。はい。で、カオリングさん、新喜劇の苔やらなきゃいけなくなるパターン。本当そうです。そんなちゃうからね。もうね、そっちにも手が出てくださいよ。エイジさん、僕の中で三木哲也再ブレイク始まってるので、もっと広がれ。ああ嬉しいですね。いやもう嬉しいです、ありがとうございます、総監督いりません。もう断固じて総監督は買わないと。エイジさん、8ミリ、あ、ね、8ミリ版ね、この CD がね、はい、はい、浜地さん、つば九、つば九郎、あ、つば九郎、ドゥーワーやらせたら一気に流行るな。つば九郎っちゅうの、つば九郎。あ、僕まだそのこともまた知らないな。つば九郎、ちょっと調べときます。ちょっと待ってください、ね、はいはい。で、つば、はい、カオリンゴさん、ブリーフ&トランクス懐かしい。あ、いや私も最初ブリトラさん知らなくて、はい、あの茨城に学生時代の時に、高校生の時かな、高校2年生、はい、17歳の時に友達がいきなり青のりっていう歌を歌い出して、はい、何これ面白いみたいになって、うん、あのそこから私もハマりました。ブリトラさん、つば九郎ってあのヤクルトスワローズのこれいつもこうなんかこう書いてくるね。ああ、確かにね。ああそうか、これでドゥーワーあったらドゥーワー入れてくれたらね、確かにめちゃくちゃ流行るかもしれないですね。やってほしいな、つば九郎さんね。え、ミキ、ね、さん頑張ってね、はい、エイジさん、コンビニ。あ、そう、あのブリトラの歌でね、コンビニとかね、 あるんですよ。あるんですか、はい、あ、で、太郎さんが、あ、残り1点購入してくれて、ね、いくらで買ったかな、これいくらね、そしてカオリンゴさん、買ってる人いる。あ、ね、あ、そう、このタイプ普通に聞けるいうことですね、カオリンゴさんね、うんうんうん、あ、そうか、僕聞けないパターンや思ってたらね、聞けますね。めぐるーむさん、最後の最後はコストのかからないミュージックカードで作ればいいかもですね。何ですか、それは。コストのかからないミュージックカードとかあるんですか、今。ミュージックカード、音楽をカードにできることですか。あ、そんなんあるんですか。今何それ、そんな出てる。俺も全く知らんわ、もう。iTunes とかじゃなく、もうミュージックカードで作ればコストがかからない。あ、そうなんですか。また YouTube とかでも聴けるようにすることもできますもんね。あ、そっかそっかそっか、そうですね。なんかね、そんなもちょっと、うん。総監督、太郎さん爆笑。そうですね。今竹さん。MV を作ってほしい。あ、ミュージックビデオですか。あ、ね、あ、MV ね、
もうミキさんが明日はきっとって歌ってるところに合成でもう元気玉ピューピューピューあピューピューピュー飛んでね集めてる。あーそれいいね、うん、ベニーえっとくな、はい、あすみません漢字が本当に読めない、どこですかあのベニズキさんですよ。ベニズキさんって言っていいのかわかんないですけど、あね、くれない月なのかもしれないですね。くれない月さん、はい、くれない月さんですね。ゆうさん昨日はお疲れ様でした。ひとまずおめでとうございます。ありがとうございます。本当にあのお付き合いいただきまして、ね、ありがとうございました。こちらこそくれない月さんもね、はい、来ていただいててありがとうございました。タナさんプロフィール写真にアマゾンの購入履歴差し替えました。本当に買いましたよ。えマジですか。えタロさんのポーこれのプロフィールプロフィール違う違う違う、このタロさんのこのピュッていうプロフィール写真え、どんなの見せてってことですか。ああんなんかこれほら隣の文字アマゾンで買ってる。あほんまや。あこんなの載せれるのこういうところに。うわありがとうございます。ね、なんぼでなってんねやろこれ。ちょっと字がねちょっと後であれですかね、はい、広がれへんからちょっとね。かおりんごさん秋葉原の電車の歌もありましたっけ、はい、ブリフトラさんの。あでもたくさんあるからそこは俺ちょっと知らないですね、うん、でも結構コミックソングってことですか。コミックソングって綺麗な面白い曲を2人でハモったりとかね、うん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 、真面目な歌をハモって面白くするとかそういう系の人ってあれですかね。東京プリンさんも同じ感じ、うん、また違うんですか。でもまた違うから、うん、ミスター浜地さんとりあえずヤクルトファンを味方にしようか。そうかヤクルトファンね。そうか神宮球場行ってね、うん、そうですね。太郎さん太郎さんマジだマジだ。かおりんごさん若い時のミキさんの歌声聞いてみたいです。あガサガサやからね。そうですよね。ちゃんとした、しかもこの時のね、でもこの時よりね今のがでも歌うまなってると思いますよ僕、この子ねあんま歌うまくなかったんで。この時いくつなんですかミキさん。この時31歳あ、30歳、あ、じゃあ私ぐらいの時ってことですか、うん、でもね、僕本当聞いて、あ、まだ今度、今下手やなと思いましたもん。だからだいぶね、ブリトラなんかにもね、すごい助けてもらったりしてね、あのコーラスでね、やったりとかしてたはずなんですよ。これ CD、今こう流せないのか、ダメなのか。そうですね、これね、音楽ダメなんですよね、流したらね。あ、そうなの。ショールームダメなんだ。ジャスラックにも入ってますんでね。ダメなんだ。いや、確かね、なんか規定ダメやったはずです。そうですよね、音楽を流せなかったはずやなと僕は認識してるんですけども。なんか最初ってことは YouTube も流せないんじゃないの。ダメなの。いや、YouTube で聞いてもらうのは構えへんけど、ここで流すのはできないんじゃないですかね。なんか音楽はあかんようなこと書いてたんじゃないですかね。やっぱすみません、かおりんごさん Amazon で買うしかないかもしれないですけど。あ、Amazon はもう売り切れちゃったんでね、はい、それタロさんに買っていただいて。多分定価の1000円。本当ですか。え、ほんまに1000円で嬉しいな。1000円。いやもうこれ前ね、もう一つのね、うん、あのこっち側のね初めて出したあのやつね。何気に CD2 枚出してんの、はい、これ最初出したんですよ。でこれもう一回なくなって、はい、自分の手元もなかったんですよ。うわどっかにないかなと思って、うん、あの思ってたらなら、あの CD ショップの前にあの中古のやつがいっぱい安く売ってるじゃないですか、うん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 、ねそれに置いてあったんですよ。これ確かに50円か80円やったんです。それもね、もっと恥ずかしいのはね、僕のサインがまだ入ってんですよ。僕のサインが入ったやつがそのままね、このまま売られてたんですよ。だから思わずね、もう恥ずかしいからこうって、ほんと思わずこうって自分でも持っとこう思って、もう恥ずかしいわ思ってね。昔そのね、ファンの方が買っていただいたけど、うん、もういらんわ思って売られたと思いますけど。でもこれがもう最後の一枚なんです。あすごい、それも貴重ですよね、うん、貴重なんですけども。マッチョさん、太郎さんすごい、太郎さん多分成果、あの定価の、ね、ありがたいですね。太郎さんすみません、本当に最後の一枚だったみたい。あすごい、めっちゃありがとうございます。裏面のね、もう一曲の曲もね、うん、あの、うん、君と二人のクリスマスいう歌もあるんです。バラードなんですけどね。バラードも歌ってんの。バラードも歌いましたけども、生きてたね。だからこの時ね、ちょっと本当にね、めっちゃ生きてたね。2枚この98年にこれ出してこれ出したんですよ、はいはい、うん、でボキャブラでもうね、すごいこうだーっとこういい感じで来てたんで、うん、これをバーン出したらこれがまあまあ頑張って売れたんですよって言って、ね、ファンも来てくれるんで、はいはい、でもそれに調子乗ってこれ出したんですよ。こうかっこいい自分をね、生きた自分を、そう、生きた自分を出したらね、全然あかんかった、うん、ちょっとミュージシャン気取ったらもうすぐあかんかったわ、ほんまね。やっぱりこっちのもう忘れてた、芸人ってこと忘れてた、ね、いやでも ね、あのこういうのもやったっていうね、うん、経験です、人生の、はい。タロ、赤い方 CD 聞きたいです。そうですね、どうにかね、タロさん自分の音源 は販売元が OK ならあできると、OK、あ販売元がね、でかおりんさん YouTube に載せてください。
そうですね、これ販売元がキラキラレコード、著作権の問題なので、自分の場合はレコード会社からクレームなければ問題ないですらしいです。本当ですか？で、僕の曲をかけるのは大丈夫なんですかね。レコード会社がないや言うてこなければ大丈夫ってことですよ。太郎さん、インディーズの人は歌ってます。ああ、そうか、そういう、これインディーズです、これインディーズ。あ、じゃあ歌ったらいいんじゃないの。こっちのサイエンス55はキングレコードなんで、あ、ちょっと危ないですよ ね、ちょっと怖いですね。こっちはキラキラレコードいうとこで、キキラレコード、うん、インディーズです、完全にインディーズ。金谷秀幸さんと一緒のレコード会社なんですよ、僕。へ、はい、当時ね、 B3 さんで会ってます、うん、すいません、本人のだから SR 運営に聞いたら大丈夫かもですが、確認してからが、ショールーム運営ね、あ、ショールーム運営に聞いたら大丈夫かもですが、確認してからが無難ですね。あ、そうか、そうですよね、勝手にちょっとやっちゃって ね、なんか分かるね、ちょっとね、確認して、これからの配信で、はい、今後またね、あったらまたいろんな曲も聴いてもらいたいと思いますね、うん、はい。浜地さん、トヨタの店頭用 VP の、あ、映像、あ、見ていただいたんですか。ああ、そうですね、ネットでね、トヨタの店頭 CM も私たちカリスマズやらせていただきました、はい、ボクシーのね、ボクシーの CM もやらせていただきました、はい、多分 YouTube で見れると思うんですけども、はい、ね、声変わってなかったから早く喉治れ、あ、あ、そうですね、うん、もうね、まあでも、まあちょっと休めば治ると思いますんでね、うん、そうですねありがとうございます、ありがとうございます。土日またね、治るんかな、そうですね、カオリンゴさん、心配してください生きてつや生きてつやです、これこれがミキテツヤで、これ生きてつや、生きてつや、カオリンゴさん、うまあ、生きてつや、ね、ボキャブラの時、こんなんねしてくれたら、生きて、生きてつや、ドゥワドゥワ、超生きてる、ね、生きてたね、調子乗ってたんですよ、調子乗ってたわ、やっぱりこういうね、生きてつやだったわ、かっこよく見せたい時、年頃やったんですよ、そうですね、ね、はい、浜に、あ、よかった、その時に出会ってなくて、生きてつやと、ね、生きてつやと出会ってたらね、生きてつやだったら嫌だったわ浜地さん、ショールームに申請すればいつでも CD 流せるよ。あ、そうなんですか。あ、だからショールームの申請っていうのはあれネット上です、こうお願いしますとかあるのかな。まあちょっとそれも含めてまた吉本のね、マネージャーさんにも聞かせて聞いてね。あ、そこ、そうですよね、ちょっとちょっとやると時間かかるかもしれませんけどね、うん、待っていただいたらね、はい、ちょっと今日は無理か、でも今日はさっきのガサガサのミキさんの、ね、まね、うん、すいません、ガサガサですいませんえ、カオリンゴさん、泣き徹夜からの生き徹夜いや俺泣き徹夜の方がええわ、生き徹夜やったらまだなんか生き徹夜やっぱり嫌やな嫌ですね、なんか鼻につくもんね、生き徹夜、泣き徹夜の方がまだ可愛らしいやんか確かに、ね、本当にね、いやでもありがたいですね、はい、す SOS さん、SOS さんも、ね、絵文字いただきました、読ませていただくの初めてかもしれないですけどね、いやいや、うん、違うよ、あ、前も、そうか、うん、あ、そうか、SOS さん来てくれてますか、はい、はい、ありがとうございます、名前にすごい、はい、SOS さんの思い、はい、特徴があったんで覚えてます、ありがたいです、ね、ありがとうございます、無事に、うん、もう本当皆さんのおかげで9位通過させていただくことになりました、はい、三木哲也、本当皆さんの応援のおかげです、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます、いやもう本当にもう皆さん本当に昨日ね、一日中もう本当に本当に改めて、うん、そうですね、もうありがとうございました、で、2時の方もね、また日程分かりませんけども、うん、進む時僕も一生懸命頑張って皆さんの気持ちを背負ってですね本当に頑張ります、でまたそれまでの間にも配信させていただきながらですね、うん、皆さんにいろいろね見ていただきながら、うん、勝負しに持っていきますのでよろしくお願いします、よろしくお願いします、そしてこの配信の方もこれからも続けさせていただきます、はいはい、ね、フォローしていただいている方もたくさんフォローしていればこのまま見れるってことなんですよね、いや多分ねこのまま行くんだと思います、まま、何かちょっと多少僕的な操作が変わるだけで皆さんの方からは変わらないんじゃないかなと思います、うん、まあそれもじゃあ三木哲也で検索すれば三木哲也のこのルームに来れるってことですか、これ終わってからちょっとしたら会社から連絡あって今後もやりますかっていうことがなんか連絡来るそうなんですけども、うん、僕はもうやりますって言うてますんで、うん、すぐやることにはなれると思います、うんうん、なんでちょっと詳しく分かりませんが多分このままいけるはずです、うんうん、応援してくださっている方もおられるんでそのままやりたいんですということを伝えてるんで、うんうんうん、いけると思いますんで配信もまた、告知させていただきながら、そうですね、この2時3時のね、はい、状況もありますんでね、状況もね、ぜひ、うん、ね、
あの皆さんまたね、あのこういう形でね、あの遊びに来ていただきたいと思います。でちょっと、ね、SOS さんは太郎さんね、ショールーム名物で1個目が2個目だけする人です。あ、すごい。もうショールーム名物の方なんですか、SOS さん。すごいな、もうそんな方まで来てくれたんですか。すごい、嬉しいですね、ありがとうございます。いやーいただきました、ありがとうございます。いやもうね、もういろんな方で、ね、来ていただいてありがたいですね、うん、もう本当になんかね、あの助けていただきました、本当にありがとうございます。そして、ロンタケさん、総監督、ショールームでネタ作りですね、本当に、うん、皆さん、あのね、いろいろまたこれからもね、ネタ作っていったりして、M1 やって、それから、キングオブコントとか、うん、お笑いの大会もあります、うん、皆さんの力もね、ぜひね、貸していただきまして、我々のね、ネタの方にも反映させていって、うん、ここで披露させていただき、はい、皆さんと一緒に作ったものも披露させていただき、うん、舞台に出して、それが世のテレビの皆さんに出せるようなところまで、うん、ね、一緒にね運んでいただけたらね、本当に嬉しいです、ぜひこれからもね応援よろしくお願いします。お願いします、そして、ロンタケさん、ミキさん、イマルさん、こんにちは。引き笑うところです。これしかできません。今これしかできない。今の違いますよ。今の違いますよ。いやでもね、いけるよね、今のね。できますかね。そして、そうかとこ、ネタルーム。ショールームじゃなくてネタルーム。ネタルーム。いいですね、やっていきましょう。ネタルームやりましょうね。はい、ありがとうございます。そして、ダルさん、本当に嬉しいです。ということで、ありがとうございますね。そしてミスター浜地さん、ショールームアワードノミネートされるよう頑張れよ。いや本当、ね、そういうやつがあるって聞いたね。いやもうショールームさんにね、こうやってね、あの力をね、僕もつけていただけてね、こういう縁をいただいて、うん、また頑張る力をいただいたんで、うん、ぜひそういうね、ところも入っていきたいですね。うん、はい、いやね、頑張りたいです。頑張りたいです。アンダーさん、PC ユーザーが次の配信をどうやって分かりますか。三木哲也さん、ツイッターがありますか。ありますか。はい、三木哲也ツイッターあります。で、あのこれね、僕連動がまだできてなくて、あの連動ができないんですよね。あと明日明後日ぐらいまでなんか僕間違ってやってしまって1週間連動できないという形。これからは連動できる。でも連動できると思いますが、うん、僕ツイッターあります。あの三木哲也で検索すれば大丈夫か。そうですね。あのツイッターで三木哲也で入れていただくと。あの三木哲也の、トップページはこんな感じのやつです。今あのちょっとね、三木さん一瞬ミキーボードっていうあのものにあのあ、そうですね、うん、こういうあバナーバナーは貼れるんですけどね、ちょっとこのねバナーっていうのを貼るっていうのが俺もねちょっとそのまだ言葉がねバナーって書いてたんですけど、はい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 、分かる貼り方とか。なんかよく僕はちょっとこれ本当に先ほども言いましたけど全くアナログでちょっとわかんないけどやってみます。ちょっと後でもし晴れたらね、ちょっとお願いしてねやってみますけども、一応あのカリスマーズ三木哲也とこうあゆと僕の顔がね載ってる、これが僕の公式ページです。キーボードを持ったこのショールームと同じ写真が載ってますけども、これが僕のあれなんで、もしあの検索していただいてミッキーボード、カタカナでミッキーボード、カッコミキテツヤカリスマーズという形で書いてるんですけども、まあ、そのうちミッキーボードというのはね、あの、うん、また改名戻したんで、なくなるかもしれませんが、ぜひあの、ちょっと検索もしていただけたら嬉しいですね。はい、もしくはあの、Facebook の方もやってますし、あの、ね、そちらの方でも、いやでもあのアンダーさんは、うん、あのほら配信始まった時に知らせるのがあるかっていうので、はい、ね、ちょっとすみませんコメント飛ばしちゃうんですけど、うん、太郎さんが教えてくれてます、うん、アンダーさん、Windows PC なら、配信のお知らせ機能ありますよ、うん、お知らせアプリが存在します。だそうです。アンダーさんわかりますかね、なんか Windows PC ならお知らせアプリが存在するそうです。まあ、でもミキさんがそのツイッターやって、うん、ツイッターでね、うん、それをやあの連動して、はい、さらに、このショールームのやつで、はい、何でしたっけ、バナーを貼って宣伝すれば、はい、来れるんですかね。ちょっと、ちょっと後でやってみます。もう分からないですけど、うん、ちょっと やってみてうまくいかないかもしれませんけども、
あのそしたら探してくれますか、あのこの方ね、ここではやってるような形になると思いますんで、あのあとフォローね、これでのフォローしていただけたら、なんかそのなんかメールみたいな、なんか送れるやつがあるんですよ。あ、フォローしたら、はい、今配信始まりましたみたいなのがあるってことですよね。いや、違うの、配信っていうか、まあなんかこう何時から配信しますっていうのをね、僕から 送れるやつがついてるんですよ。へえ、それはあのこれかな、ファンルームってやつかな、いいねからなんか押していただくと、ね、あ、アンナさん、はい、わかりました、ありがとうございます。あ、すいません、 ありがとうございます、すいません。それであのお知らせしていきます、はい、いつ頃やりますとかね、うん、そんなも含めてあのぜひあのまたよろしくお願いします。はい、まさしさんこんにちは、9位おめでとうございます。ありがとうございます。まさしさんも本当にありがとうございます。最後まで一緒に戦っていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとめぐるまさん、うん、あとは枠どうするかですね、うん、いつでも変えれるけどアイドルかお笑いか、あ、今枠がアイドルになってるんですよね。だからこれは多分ね、吉本のお笑いの方に、吉本坂の方だから、戻ります。なんで本当にアイドル枠で折れたのはこの何時間だけで、うん、あのまたあの現実に戻ってとか、現実の、ね、でも今からアイドル目指すんだからあれですよね、はい、どうなんですか ね、いやでも多分吉本なんですが、お笑い枠の方に戻るはずですね、うん、あ、でもめぐるまさんもう一つくれてます、はい、アイドル枠の方が訪問してくれる人は多いからその方がいいのかな、うん、あ、そっか、今回やっぱアイドル枠にしてたから、そうなんですよ、皆さん、はい、あのそのアイドル推しの方とかも見に来てくださってる方が多かったってことですよね、うん、うん、ですよね。あ、じゃあこの方にするのがいいのかな、いやでも多分それは多分ね、移動させられると思いますよ。そうですよね、そっか、こんな人おったらでも待ってね、アイドルピピピ、みたいな感じになっちゃいますよね。多分あのお笑いの行くだと思いますね、これは間違いなく、はい、かおりんごさん引き笑い、あ、イマル、イマル、イマル、今のね、喋ることないんでね、ちょっとわかんないんです、喋り方がね、はい、としきさん、中山秀幸さんにそっくりで優しそう、お、あ、ありがとうございます、としきさん、ありがとうございます。どうも、中山秀幸です。うち来る、いくいく、ありがとうございます。なんか麻生太郎さんがやってるみたいな感じになってますよ、今。麻生太郎じゃないよ、自民党は解散しないよ、麻生太郎は。麻生さん、うち来る、行く行く、ほら一緒やん、来てほしくないやろ、来てほしくないやろ、声が一緒やん、中山秀樹さん、今日だけやね、昨日今日だけ。そっか、めぐるまさん、バナーの画像をどっかのサイトから保存してもらってこないとね。わかる、ちょっとね、あ、でもチャレンジしたけど貼り付けた画像が大きいからエラーが出ました、ね、そうや、そうです、なんかね、あかんかったです。ああ、あのね、うん、うんうんうん、写真から貼るって言ったらなんかできなかったんですよね。なんかね、難しかったんですよね。ちょっとだからまあ後輩のことがでも、はい、詳しい子に、あの携帯のこと詳しい子いつも聞いたりするんで、うん、ちょっとそこで聞いてみますね、うんうん、僕もちょっと分かる子にね。そうですね、はい、で、ミスター浜地さん、プロフィール欄のツイッター文字じゃなくリンクだとすぐ飛べるからね。プロフィール枠のツイッター文字じゃなくリンクだと、あ、今ミキさんは多分、うん、アットマークミキ哲也でやるのを、うん、多分文字になっちゃってるから、はいはいはい、それをあれですよね、リンクにした方が、そんでポンって押したら、ほら今ほらツイッター、そうね、ツイッターがね、うん、ツイッターのリンクのアドレスの俺分からなくて、 URL がどうやって出すんやろ思ってたんですけど、分かる、そういうの、ちょっとそんなも含めてちょっとあのやります。もうあまりにもちょっと僕ね、アナログすぎてあれなんですけど、すいません、私もちょっと、確かにそうなんですね、これも僕ね、アットマークミキテツヤになって、ミキさんのアドレスのなんか止めるようにも、ちょっとこれもちょっと調べて、早急にこれもやっておきます。はい、ありがとうございます、すいません、もう皆さんね、いろいろありがとうございます、ね、教えていただいてありがとうございます。かおりんごさん、ミッキーボードに改名したんですね。あ、ね、去年のね、2月3日に書いたんですけども、ちょうどちょっと1年前に改名したんですけど、ね、それがね、ちょっとこう番組の中でね、はい、あの改名ということで書いたんですけども、結局まあ使いながら使ってなかったりするようなんで、あんまり浸透しなかったんでね、ミキテツヤね、また戻してる、まだ逆になんかミッキーボードで、そうテレビあの出ちゃって、うん、逆にミキテツヤってことを気づかれないままになっちゃったりしたのでね、ね、やっぱり僕ら応援してくれてる人からもね、はい、あの、うん、変装してるね、あの役なんかとかでミッキーボードって出てきても分かりませんからね、うん、そんなもあって、やっぱりミキテツヤでやった方が皆さんに分かってもらえるのかなっていうので、うん、もう一回ミキテツヤに今戻すしつつあり、今回これは完全に戻してます、はいはい、まだでも物によってミッキーボードになってるやつもあるんですよね、うん、はい、太郎さん、
配信設定から配信ルーム管理でバナー画像とリンク先を指定します、うん、あ、へー、配信設定から、あ、めぐるまさんも、あ、皆さんありがとうございます。配信管理、配信ルーム管理でバナー貼れるよ。お、配信ルーム、ここですね。で、これそうなんです。そこでバナー貼れるけど、そのバナーを貼ると、あ、じゃあここにそのアットマークミキテ先生もいないの。いや、それじゃできなかったけどな。ちょっと今やってます、ね、あれ、アットマークミキテツヤで合ってますよね。そのアットマークミキテツヤだけでそんな届くんですか。これで OK かな、わかんないけど、ちょっと一回やってみて。はい、どうですか。え、ツイッターってそういうことじゃないの、違うのかな。どうなんですか、ね、アカウント何にもなってないでしょ。あ、違う、そういうじゃなくて、あのミキさんのあのさっきのここにミキテツヤってなってないね。なってないでしょ。あれ、どうやってやるんですか、うん、まあちょっと分かる人に聞いた方が早いですね、これね、うん、すいません、トロさん、めぐるまさん、はい、せっかく教えてくれたのに、うん、ちょっとまた見ますね、はい、ね、見てみます。はい、めぐるまさん、クロームでショールーム開始通知っていうソフトありますよ。あ、多分これあんたさんに向けて、あ、すいません、ありがとうございます。こっちからやるんじゃなくてね。そう、じゃあすいません、あ、ごめんなさい、また触っちゃった。すいません、ちょっと順番に、じゃあアンダーさんのそのパソコンの件は Chrome でショールーム開始通知っていうソフトがあるってことですね。うん、っていうことなのかな、であってんのかな。で、めぐるまさん、ちなみに、四角とか丸はリスナーに向けての発言なので読まなくていいです。ああそういうことですね。だからさっきの Chrome でショールーム開始通知っていうソフトありますっていうのは、そのリスナーに向けての発言なので、こっちは読まなくてもいいですよってことです。直接そのリスナーさんに向けて、あ、そういうことなんですね、うん、あ、そういうルールもちょ今知りましたね、うん、うん、っていうことで分かった。うん、分かってない。こうやってこの四角ボタン、めぐるまさんがくれたこの四角ボタンあるときは読まなくていいんだって、うん、はいはい、あ、僕はですね、そうあの、これはリスナーさんに直接ここに入ってるときに、そうあ、はい。で、ヘタロさん、アイドル枠でミキさん見かけてきた人です。麻生太郎からの行く、あ、ヘタロさんはアイドル枠からミキさん見つけてくれたんです。 あ、ありがとうございます。じゃあそこにいなかったらね、はい、お会いすることができなかったかもしれないということですもん ね。いや、不思議な絵やけど、そっか、でもこれからもね、でもそれで、ね、そうですね、あ、ミキさんだって見てくれたのありがたいですね、本当に。だって見てくれたのめっちゃ嬉しいですね。いや、嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。ね、ミスター浜地さん、築地市場のセリやってみよう。いらっしゃい、いらっしゃい、マグロ、マグロ1000円、はい、1000円からマグロ行って、1000円、2000円、6000円、8000円、1万2000円、売った。どうですか、あの、あと半年で築地市場、豊洲に移ってしまうんですけど、どう考えですか、セリさんは。まあ、マグロは変わらないからね。変わりますか。うん、寿司三昧。いや、ちゃうやん、はい、社長になっちゃったじゃん。はい、としきさん、隣の人どなたですか。あ、私ですよね。あ、としきさん、はじめましてですかね。あ、そうか、あ、すいません、ね、はい、じゃあ自己紹介ね、はい、自己紹介をさせていただきたいと思います。あ、あ、ね、もうあれですね、ないか、あ、ぐちゃぐちゃになった、はい、私ですね、はい、三木哲也の相方でもあり、あの、嫁のあよです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、ミキさん、あの、もともとキーボード持ってたんですけど、今矢沢駅さんのモノマネもしてて、はい、で、私、あの、一応、まあ、ちょ、いつもサングラスかけてるんですけど、浜崎あゆみさんのモノマネもさせてもらってて、はい、2人でカリスマーズというコンビを今組んでですね、はい、あの、目音モノマネ漫才、うん、夫婦、うん、芸人としてやらせていただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嫁です。嫁です。相方です。相方です。で、あゆです。あゆです。はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません。今こんなやらせてもらってます。太郎さん、あ、アットではなく、あ、URL か。あ、そういうことですね。すいません。あ、これ僕のあれですか。そう、URL 送ってくれてる。うわ。あ、これをバナーでやれば。調べるの。すごいな。ということは、バナー、これをバナーにするの？バナーの、さっきの URL のところで、あの、太郎さんが送ってくれたこの URL を乗っけるとツイッターすぐ行けるってこと。HTTPS のやつ。ここですね。そう。はい、じゃあちょっとそれ今僕やってますね。
で、バナー画像は他のルームで好きな画像をコピーで保存すればサイズの問題も回避できます。それを他のルームで好きな画像をコピーすればっていうのちょっと意味が分からん。バナーが他のルームで好きな、ん？止まった他のルームです、あ、好きな画像をコピーで自分でピッてやればそこだけを取ればいいっていうことですか、うんうん、まあ、サイズの問題も回避できるってことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。もう太郎さんすいません、ありがとうございます。めぐるむさんもすいません、いろいろと、はい、教えていただいて、へたろうさん、もう視聴者500人、三木哲也人気すごい、あ、本当ですか、本当だ、ありがとうございます。500人の方続いてて、昼間のね、なんかバタバタした時ですいません、もう三木哲也です、嬉しいです。相方である嫁のあゆです、あゆです、はい、よろしくお願いします。浜地さん10ポイント、あ、ありがとうございます。10ポイントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もう本当にね、皆さんもたくさんやっていただいててね、もうありがとうございます。総監督、あゆファンの娘が見たら怒るわ。あ、怒るわよ、怒るよ。でも私もと、じゃあ私も浜崎あゆみさんめちゃくちゃ好きで、本気で浜崎あゆみさんのモノマネはさせていただいてるんですけど、やっぱお笑いなのでね、すいません。怒られないようにね、ちょっと娘さんにはちょっとあまり怒られないように、ちょっと総監督の方からちょっとどうにか言って怒らないであげてと。でもね、やっぱね、あれなんですよね、はい、浜崎あゆみさんのモノマネやらせていただいてるんですけど、うん、まあ、やっぱ私もまだまだね、全然芸や極めきれないっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりね、やっぱ何かしらちょっと番組でちょっとでもね、出させていただくと、うん、やっぱ必ずね叩かれちゃうんですよね、浜崎あゆみ全然似てねえよみたいな。まあまあ、それはね、モノマネしてる人はみんなそういう、そうですよね、なんでもっと頑張りますね、似てるようにね。なんで普段はちょっとサングラスとかしてね、あんまり顔とかも見せないようにしてるんですけどね。今ね、ちょっとプロフィールのとこからツイッターに飛べるようになりました、はい、うん、あ、なりました、皆さんなりました。プロフィール の, プロフィールバナーはつけてませんけども、ツイッターという、ちょっと見づらいな、これまだ見れないかな、ここね、これ青くなりましたね、上ツイッターが、ここを押すと僕のツイッターに飛べるようにできたはずです。今やったんで、ちょっとバナーとかちょっとわからないんですけど、ひとまず先の太郎さんに送っていただいたやつでこれやりましたんで、こちらでツイッター、ね、フェイスブックとか飛べるようにしましたんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。で、としきさん、浜崎あゆみと中山秀幸と共演、あー、そこでね、というわけでして、今日のうち来るはですね、こちらですけども、青山の方にやってまいりました、こちらにですね、住んでおられるという、今日はですね、日本の歌姫の方にやってきていただきました。本日、うち来るのゲストはこの方です、どうぞ。テラララララララ、テラララララララ、どうも、あゆです。どうも、あゆちゃんです。はい、というわけでしてね、本日のゲストは、あゆちゃんでございますけども、あゆです。それではタイトルコール、はい、あゆちゃんよろしくお願いします。うちくるいくいくアリーナー、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。すいません、これこそ怒られそうですよね。すいません、いかがでしたでしょうか。はい、としきさん、いかがでしたっけ。さあ、M、うん、MRX さん、MRX さん、ミキさん、おめでとうございます。ありがとうございます。MRX さんって前、ミキさんに何乗ってますかって言った方、うん、違うか、車ですか。車、あれ違ったっけ、 MRX さん違う。でもずっとね、もう最後までねやっていただいてありがとうございます、はい、MRX さんもね、今回ありがとうございます。ありがとうございます。なんとね、無事に9位に入りました、はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで9位までね、ミキさん上がらせていただきました、うん、総監督、今度の宣伝しときます、娘に。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。今度ライブとかですかね。あ、本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。娘さんに、じゃあ娘さん、あゆファンの娘が来るかもわからんから、はい、あゆファンの娘のためにも、はい、あゆらしく頑張ってなあかんね、はい、それでは浜崎あゆみ、5月26日、うん、三木哲也、うん、兼矢沢永吉と、はい、5月26日、はい、新宿バティオスにて初単独ライブさせていただきます。ありがとうございます。
タイトル手で書きましたけど、こんな感じです。カリスマーズの初単独ライブ、ボンボヤージュ乗ってくれハーハーというタイトルでですね、はい、時間が、6時半から、はい、6時開演、6時半からですね、新宿バッチオスということで、はい、まあ、これまだね、あの配信の中でね、はい、近づいたらどんどん、ね、あの告知させていただきたいと思いますけども、はい、よろしくお願いします。はい、はい、iFan の方が来られるとね、はい、頑張らなきゃ、ね、頑張らなきゃいけませんね。はい、浜地さん、はい、モノマネ見る時の注意事項を伝えてあげよう。あ、そうやね、うん、あの注意事項ですよこれ、ね、あの決して本人とね言うのと、あの何こう真剣に見ない、見ない、ね、笑ってあげる、笑ってあげるそう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 いうこと、うん、そうそう、だ本当にもうモノマネは真剣に見たら終わりです。ありがとうございます、はい、本当そうですよね、はい、なんなら少し酔っ払ってるぐらい、そう、そのぐらいがちょうどいいぐらいです。そうです、すいません、ありがとうございます、ね、ヘテロさん、そんなことないよって、なんかカタカナですごいなんか全然なんか、ね、心がこもってない、そんなことないよみたいな、そんなことないよヘテロさん、ちょっと感情こもってなさそうに見えるんですけど、大丈夫ですか。ミス浜地さん、あゆですこれ、それあの階級する魚のあゆやから、あゆです、ピチピチやで。MRX さん、笑い、笑い、ありがとうございます。ヘテロさん似てる、あ、本当ですか。総監督、行くよカモン来てねじゃあ総監督さん、娘さんとお待ちしておりますありがとうございます、すいません。ネグルーマさん、今簡単なバナー画像を送りました。あ、え、どこに送ってきたかな、多分あのあれじゃメッセージかなんか。あ、え、ネグルーマさんがバナー作ってくれたの、この赤い、赤い、これ、これそうな、どお知らせ、あ、あ、受信ボックス、あれ、これ違うな、これは違うね、ショールームからのお知らせやね、ファンルームとかかな、ちょっと見ますね、すいません、すいません。としきさん、二人とも東京のテレビ出てた。あ、そうですね、あの一応本当私たち、あ、もうミキさんはもともとブギャブラですごい出てたんですけど、カリスマーズとしてコンビ組まさせていただいては、あの本当にちょくちょく、本当にもう徐々になんですけど出させていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。もうありがとうございます。もっと頑張ります、出れるようにそうやね、もっともっと頑張りましょう、うん、はい、本当に。じゃあとしきさんは東京お住まいではない方なんですかね。昔じゃあボキャブラとかでミキさんを知ってくださってたんですかね。ありがたいね。ありがたいですよ、うん、本当にボキャブラのね。そうです、今はこうやって夫婦で頑張らさせていただいてます。ちょっと今確認してるんですけど、はい、ちょっとめぐるまさん、すみません、今バナーを確認中です、すみません。ランウェイ、あ、ランウェイさん、通りすがりです、ハウンドドッグの大友康平さんかと思いました。ハワイは全てさ今こそ誓うよ。あ、ラーメンさん、ありがとうございます。通りすがりで。ありがとう。ありがとうございます。大友康平さん。またこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またお願いします。大友康平さん、いけるんじゃない。昨日もなんか誰か大友康平さんって言ってくださってましたよね。そうなんですよ、ね。もしかしていけるかも。うん、透明でボリューム3ぐらいなら似てます。時はいつも。いや、ボリューム3だよ。これは。ちょっと待って、今、あの、あれを見てるで、あの、はい、バナーをね、貼ってもらって、ちょっと見させてもらいます。はい、アンダーさん、パチ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 、ありがとうございます。はい、浜地さん、あ、そう、審査をしない。そう、モノマネは審査をしない。しない。真面目に見ない。そうです。その通りです。審査をしない。かおりんごさん、なるべく薄めで見てあげることも注意事項の一つですよ。ほんとそう、うん、薄めで見る、なんとなく、なんとなく、ね、なんとなくで見ていただければ。そのまま見た本人とね、もうほんと全然違いますからね。全然違う、もう、ね、もう皆さんほんとガムテープとかこうで、ね、テープとか貼っつけてばっかりですから。そうそうそう、もうほんとに薄めでね、審査をしないで、はい、真面目に見ないでいただければ、モノマネを楽しんでいただけるかなと思います。あれ、送られてくるのはどこに送られてくるのかな、ね、ちょっと、あ、めぐるーまさん、固定ツイートに送りました。あ、ツイートの、あ、ツイッターの方に送ってくださったんじゃん。ツイッターの方に、あの、さんのコメントかなんか来てんじゃん。もう、本当に使いこなせてないな、これ。ある。ん？いや、わからんね。
試しに貼り付けたらツイッターバナー貼れました。え、貼れました。固定ツイートに送りましたってことは僕のツイッターツイート、あ、固定ツイートツイート、ミキさんがこのショールームの中のやつですかね、これのことですかね、ってことですかね。これもでも今ちょっと更新してみてますけど、え、すいません、え、超めぐるまさんすいません、すごい一生懸命やっていただいてるのに。ここツイッターの固定ツイート、ミキさんなんか固定ツイートしてる？固定ツイート、あ、固定ツイート、ツイッターね、あ、あるある。そう、それそこに多分あのメッセージとか、あのあれこう、これ固定ツイートですね。あ、それにこれに、ちち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 ち、これに、あれ違うな、うん、すいません、ちょっとごめんなさい、めぐるまさん、ちょっと私たちちょっとわからなすぎてすいません。僕のツイッターの方かな。ケタロウさん、ツイッターリンクからフォローしました。あ、ありがとうございます。あ、ミキさん、リンク行っていただいて。本当ですか。すいません、めぐるまさんの固定ツイートに送りましたが、ちょっとごめんなさい。固定ツイートはツイッターの固定してる僕の固定のやつね。いうことかな。固定されたツイート、ね。めぐるまさん、試しに貼り付けたらツイッターバナー貼れましたなんで。ちょっと待っててください。今ちょっと頑張って。やります。としきさん、兵庫県、あ、としきさん兵庫県の方らしいです。あ、ほな。関西のね、うん、番組のやつも見ていただいたかもしれないですね。で、爆笑そのブーイング、爆笑ブーイングとか、おはよう朝日とか、ね、おはよう朝日とか見ていただけたりしましたか、はい、としきさんですかね、はい、で、あ、そうかね。めぐるまさん、言っていただいたら文字はすぐ変えれます。え、じゃあめぐるまさんバナーとか作ってくださってるんですね。ちょっとね、なんかよくさ、ほらめっちゃさかっこいいさツイッターのさ、うん、このバナーとかあれをすごい瞬時に作れる方とかいらっしゃるじゃないですか。あ、そうなの。うん、なんかすごいクオリティが結構すごかったりとか、なんかいろいろなんかパパって作ってくださったりしてるんで、その固定ツイートがあれですか。まあ、それがわからないんですよね、僕も。で、だからもう、ランウェイいいと思います、谷村新司。ありがとう。ありがとう。大友康平さんじゃなくて。ありがとう。谷村新司さんですね。はい。カオリンゴさん、顔横半分だとデビット伊藤さん。はい、これです。あ、デビット伊藤さん。ラーメン湯切りしますよ。湯切り。あれ、デビット伊藤さんは、あ、そっか、今ラーメン屋さんか。ラーメン屋さんです。え、もう完全にもうあれですか。はい、あのメディアのお仕事ってされてない。やってます、それもやってますけどね。もうやってますよね。はい。めぐるまさん、固定ツイートの返信に送りました。いや、文字だけです。あ、文字だけで、うん、わかる。ちょっと見て、ちょっと固定ツイート、じゃあミキさん、はい、カオリンゴさん、谷村新司さん似てる。はい、総監督、谷村新司は2点低く。え、何点満点中ですか。2点。いや、わかんない、もしかしたら3点満点中の2点かもしれないし。まあ、ありがとう、うん。はい、そしてね、トシキさん、あ、そうか、吉本とか48で知りましたということでね。あ、そうなんですか。そうか、あ、48で46、46で、あ、見て、あ、ありがとうございます。ちなみに、そうか、1000点満点で2点って消費税より低いよ。昔の消費税よりも低いし、1000点満点中。リンゴさんもヘトロさんもわらわら。いや、まあね、まあこれもでも2点のやつがどんだけこれから上がっていくかわからないですからね。はい、わかりました。あの、めっちゃ審査されてる固定ツイートのやつのバナーの件、これも違いますね。違うかな。はい、ありがとうございます。もうでもね、本当にもうなんかね、余韻にね、やらせていただいておりますが、もう本当にもう皆さんの力でこうやってね、やれたことは本当に感謝しております。舞台で谷村新司禁止令で、あの恋愛禁止令じゃないです、総監督からの禁止は、はい、舞台での谷村新司を禁止されたという。星、ありがとうございます。ね、恋愛禁止よりもなんかこう悲しい、ね、本当にゲイやっちゃダメみたいな ね本当に
いやもうね、あのでも本当これからもね続けていきたいと思いますしね、あのネタのこともねいろいろ皆さんとね一緒にやっていきたいし、はい、こうやってあのちょっとずつでもねあの会話をしていきながらねあの行きたいと思いますんで、その谷村禁止令を皆さん広げないでください、もうそこまで、そこまで拾うからもうねえありがとう言われになってしまうや、もう本当に、でもまああのねやっていきたいと思いますんでね、これからもね本当によろしくお願いしますね。もうなんか本当にね長い時間こうやってねやらせていただいてますんでね、あんまりね長いとあの皆さんもいろいろお仕事もあったりとか、あれなんで、もうそろそろね終わりたいと思いますけども、ちょっとツイッターのねあるやつもそれも含めてちょっともう一回ちゃんとねこちらも見ていきますんで、ちょっとすいませんね、なんかせっかくやっていただいてるのに、あこれ太郎さんちゃうか、ちょっとめぐるもさんだから、ね、確認ちょっとしながらですけど、できるだけちょっと早めに皆さんとねうまく連携取れるような感じをねさせていただきたいと思います。まだわからないかな、めぐるもさん、うん、めぐるもさん、あのこのつあ見えないかな、あこれさ、はい、ゆきさん分かった、あ分かった、ちょちょちょこれを低くしたら、あそうだ、あらよ読みづらい、読みづらい、うん、読みづらい、すいません、めぐるもさん固定ツイートがちょっと、うん、固定してるツイートで1個だけあるんですけどね、固定してるツイート1個だけ、あいや読めないですね、ごめんなさい、ちょっとわかんない、わかんないです、わかんないです、わからんの、どのこの角度、これこの一番上のやつですかね、これがこれが固定ツイートになるんですよね、僕のね、そこに反映されてないみたいなんですけど、すみません、あー太郎さん、あー太郎さんすみません、ありがとうございます、わー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 、めっちゃ星ありがとうございます、ありがとうございます、もう嬉しいな、もうここの部分のところに、はい、の固定ツイートのことなんですかね、今すいません、せっかくなんかいろいろやってくれたんですけど、うん、固定ツイートに入ってきてないみたいです、うん、そうだね、ここには何も来てないですね、いやちょっとなんかね、まあでもちょっと見ながらちょっとこちらもなんかやっていきます、はい、でもしちょっと分かりました、ちょっとねめぐまさんのやつね、もし見つけたらまたそれも貼れるようにしてみます、ちょっとなんせあまりにも分からなすぎる2人がちょっと奮闘してますんで、何か分かる人を連れてきながら、そうですね、ちょっといろいろ見させてもらいます、やりたいと思いますんでね、はい、ありがとうございます、本当に、ね、麻生監督、谷村新司やってたら通報します、顔にするとわらわらわら、これ終わってまうやんか怖い怖い、すいません、出禁になっちゃう、ショールーム、もうありがとう、ありがとうは普通に言わなあかんやつね、谷村新司言えないというね、いやでも本当にありがとうございます、皆さんもう本当にもう本当にね結果ドキドキしましたけども、うん、暫定10位がまさかのこの9位に入ってたというね、はい、もう本当にこんなもうね、皆さんのねお力をいただいて、うん、できたのは本当にありがたいと思います。配信で質問するのもありですよと、あありがとうございます。あ、そっか。もうこれどうですかねみたいな。わからないことも、そうですね。ちょっとこういうこともね含めて。そうですね。これで質問するのもありってことですね。やらせていただきますんでね、はい、お願いします。さあ、そして、来ましたよ、これ。ハワイさんのこれ。定期。ミキさん、いつもはミッキーの耳をつけて配信してますよ。ミッキーの耳をね。そうそうそうね。ミッキーの耳つけて配信してるんですけどね。うんうん、今日ね、どっか行ったね。ね、うん、どっか今日はあれね、ミッキーの耳が、ね、うん、寝癖で飛んでいったのかな、おかしいな、香里さん、ミッキー哲也、ミッキー哲也ね、ミッキー哲也、まあミッキーって僕ね結構ミキさんって言われる人、ミッキーさんって言われる人に多いんですけどもね、ミッキーボードやってからミッキーさん、ミッキーさんって言われるようになりまして、感じですけども、はい、ミッキー哲也です、太郎さん、上京して道聞くのに配信してる人もいます、どこここ行くのにどうすればいいかとかね、あーでもそっか、あーすごい、それもすごいな、そういう
そういう使い方もあるんですね。すごい進んでるねこれ。すごい、あった、いつものミッキーの耳ね、はい、浜地さんありましたわ。浜地さん、そうそうなんですよ。初見の皆さん、いつもはミッキーさんはミッキーの耳をつけて配信しています。それがこっちです。ミッキー哲也でございます。あ、ミッキーだよ。あ、ミッキー哲也でございます。あ、また禁止令出るやん。禁止令や。いやいや、通報されるもん。やめろやめろ。フサリンゴさん、はい、いろんな哲也が見れて最高です。いや、いろんな哲也にしてるの多分。あなたですよ。ね、ミッキー哲也だけですから。あの、ね、泣き哲也も、あの、生き哲也もないから、本当ね。ミッキー哲也、はありですよ。そうそう、はい、やべ、そう感動。ほら、あかんって、こういうことしたらもう通報されるから。浜地さん、やばす。ヘタロウさん吹いた。やばい、総監督やばい。通報されるから気をつけよう、気をつけよう。やばいやばいやばい。いやいや、もう本当にね、泣き哲也、ミッキー哲也、生き哲也。いや、もうね、ありがとうございます。いや、本当にもう皆さん、でもね、あの、ありがたいです。あの、これを機会にね、本当、ここはまだ本当にスタートに立っただけなんで、僕は、うん、あの、ね、ここからですね、ただスタートに立ちましたけども、本当にたくさんの皆さんの、応援の中で、スタートに立てたという気持ちがね、やっぱり大きいね、うん、本当に心強いです。本当に心の支えになっていただいたんでね、心強いんで、なんで、あの、本当に今まで以上にね、また頑張っていきたいと思います。なんで、これからもね、皆さん本当に応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、あの、愛ちゃんもあの、はい、ね、ライブがね、うん、あるんで、そうですね、今日私たち今日渋谷でね、この渋谷でこれからで、チェンジライブの方もね、ありまして、渋谷の無限大ホールで、ね、チェンジ B というライブに、うん、私たち出させていただきます、はい、ね、夜ちょっと遅いですけどね、夜9時から10時半で、うん、もし誰か渋谷の近くにいらっしゃったら、はい、カリスマズッドを受け付けていただければ、はい、あの1200円であの入れますので、もし、はい、今日渋谷夜入りようって方いたら、うん、たまたまね、フラッとしたらね、たまたまフラッと、はい、お仕事帰りとか、あの、ご飯食べ終わった帰りとかあったら、はい、よかったら来てください。はい、ね、でもしなんか本当に街で出会ったら声かけてくださいね。はい、ね、ショールームの代々ですとかね、声かけてくれたら嬉しいですね。はい、よろしくお願いします。あ、SOS さん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい貴重なコメントありがとうございます。ありがとうございます。カオリンゴさん、あ、麻生哲也も、ね、麻生哲也ももうええ言うねんね。麻生哲也いいよ。はい、そして、そうかと、こんなに面白いねに。ありがとうございます。通報されちゃうんですからね。本当に、カオリンさんがライブ頑張ってください。ありがとうございます。頑張って来てくださいね。はい、なまってしまった。あ、なまっちゃった。なまってしまった。文字でなまれてすごくないですか。なまってしまった。お前、ね、文字でなまれてすごいね。お前や、もう頑張ってきてくださいみたいなね。ありがとうございます。え、ね、後口悪いやろ、キムハンドに。というわけでして、本当にね、はい、本当に皆さんありがとうございました。はい、この気持ち本当に忘れません。うん、これからも本当にね、皆さんと一緒にコミュニケーションを取って、楽しくいきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、でまたこれから2人でもね、ちょこちょこ ね、二人でやっていきながら、ミキさんのルームですけど、ちょっと私も、ね、一緒にやっていきたいと思いますので、すいません、もうずうずしくも出させていただいちゃってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に、はい、本当に皆さんありがとうございます。9位ありがとうございます。ありがとうございました。やった、やった、やった、虹も頑張ります。頑張ります、頑張ります。それではですね、うん、恒例のように、はい、あ、もう始まってるやんか、もう前に前に。浜地さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。それでは、5432でね、はい、前に行きたいと思います。はい、700人超えました。9位、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カオリンゴさん、倍入だっちゅうの。早い早い。はいはいはい、また配信を待っています。矢沢さん、はい、じゃあ、倍入出す、ま、はい。告知しますんで、ツイッターも含めてね、はい、告知できますんで、ぜひフォローよろしくお願いします。ます、本当に皆さん、ミキテツヤ9位、ありがとうございます。ありがとうございました。おかげです。皆さん、皆さんのおかげです。本当にあります。頑張ります。それでは行きます。5、4、3、2、1。